な会話するんですか。なんかこれなっても全然大丈夫なんですか。なんかいろいろ質問されるからそれに最初は出るよね。初めての人かって書いてました。どういうことですか。あと大丈夫。はい、いけてますね。はい、じゃあもうあれですか、本番開始押したらいいですか。もう押してます。押してます。もう始まるんですか。もう始まんで。たまあんだけたまたりた足ります。これどうしたんですか。足りる足りる大丈夫、うん、当たりますか。あ、当たったら大丈夫当たらんかったらまずいですね。まずいな。じゃあ CM 入れて250分の1 CM やりました。まだ CM やります。音声入ってますよねこれ。入ってますよ。はい、じゃあ、うん、寝れない。羊が1匹、羊が2匹、羊が3。何これ。お前見にくいわ。喋るんだ。夢か。聞こうな。聞こうなチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、今日はあの日曜日ということでね、あの野崎店から野崎&縄手のライトで行こうということで、ユーパチ対決をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ね、本日はちょっとお手紙いただきまして、はい、キコーナ野崎店店長の、はいはい、お手紙を先にちょっと読ませていただきたいと思うんですけども、はい、皆様こんばんは。記念すべき第2回、しかもホームでの初収録日なのに体調を崩してしまうという、はい、あら、本当に申し訳ございません。私の代わりに主任が活躍していただけると思いますので、そうなんですね、約2時間お楽しみくださいませということで、こちらまさかの欠席ということで、全然関係ない写真じゃないですか。写真これありますね。今日はの市場の後の、ね、そうなんですね。体調悪いんですね。はい、そうですね。てっきりもう店長変わったんかと思います。あ、どうも。あ、私。なるほど。間違えます。そうですね。早速右の人誰ですかって言われてるんですけど、はい、自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。はいはい、はい、野崎店主任のシャーク、はい、後藤です。決まりましたね。決まりました。決まったね。シャークね、後藤ですね。初出演ですかね。そうですね、初出演になりますね。そうですね、はい、キコーナチャンネル初出演ということで ね、はい、ぜひ今日もねたくさん当たり引いていただきたいと思いますけどね。じゃあ次市場の後店のね名物の、はいはい、自己紹介もお願いします。市場の後店店長のサイコです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はね、はい、野崎店の店長さんが体調不良ということで、はい、もうずっとあれですか、今日だけ体調不良って感じですか。デスソース食べ過ぎ、どうでしょうね、ちょっと分からない感じですか。はい、ちょっとね、会った時に体調悪そうだなとは思ったんですけども、はい、いや代わりにねシャークさんが今日頑張ってくれるということで、はい、期待しておりますのでよろしくお願いしますね。はい、お願いします。はい、早速今日打つ機種なんですけども、はい、聞いていても大丈夫ですかね。今日から、はい、解禁の、はい、CR サキ、サキ、はい、ライトミドルバージョンです、ね、ライトミドルです、はい、スペックの方が248分の1、249分の1で、はい、はい、核変突入率が 77% ということで、はい、はい、そうですね、今日からの CR サキ解禁ということで、はい、先ほどちょっと軽くテスト配信の放送させていただいて、はい、コメントが結構サキが見たいと、あ、そうですか、いうコメントが結構ありまして、一応提案させていただいたんですけれども、はい、あと、もしさっきがちょっと当たりが取れなければ、はい、もう一個アリアも見たいという声がありまして、なるほど、ほうほう、ちょうど隣にあるよっていう当たりが取れなければっていうのは、まあ、演出的にちょっとこうなんていうんですかね、ちょっと、うん、お寒い感じになってきたらちょっと萌えパチ対決ということで、わかりました、飛弾のアリアもちょっと見たいよというコメントもいただいてたので、はい、ぜひさっきと飛弾のアリアと打っていただければと思いますので、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。市場の当て店と野崎店なんですけども、何か、はい、告知とかございますか。告知ですか、はい、何かありますか。野崎店は、野崎店は
とりあえずあの来ていただければお伝えしたいということで、なるほどなるほど、はい、はい、市場の当て店の方は特にはぜひあの市場の当て店の方に来ていただきたい、はいはい、あお互いにねあの火花が散る感じということでね、はい、あのぜひねあのお近くにお住みの方もあの、はい、この放送を見てね市場の当て店とね野崎店行きたいと思っていただいた方もねどちらも来ていただいて、はいはい、遊んでいただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは早速もうお席の方ねついていただいても大丈夫ですかね。はい、 はい、じゃあこっちで、はい、今日はね CR 先ですのでお好きな方もいらっしゃると思うんでねぜひ見ていていただきたいと思いますけどね。サエコ店長イケメンだわってすごい言われてますね。どうですか、ありがとうございます。イケメンに会いに行くわって言われてますけどねどうなんですかね。ぜひ来てほしいですね。そうですね、ぜひね、はい、市場の当て店にもね来ていただいて、あとシャークさんにも会いに野崎店にもね野崎に来ていただいてね、ぜひそうですねお願いしますね皆さん。はい、じゃあお席の方ついていただいてということで、はい、ちょっとお待ちくださいね。じゃあタイトルコールいきますか。そうですね、はい、はい、じゃあのタイトルいきますね。あ、じゃあお二人ともこちらのカメラ、はい、カメラでオープニングで、はい、お願いしますね。はい、それでは気候なチャンネル日曜野崎市場の当て店から野崎縄手のライトで行こうユーパチ対決をお送りしたいと思います、はい、それでは CR 先でシダスタートです。お願いします。お願いします。はい、お願いします。まだこれは大当たり回数の勝負でいいんでしょうか。今日はどうですかね。先週どんな感じだったんですかね。前回は大当たり回数が多い方が勝ちということで、勝ちということだったんですけ ど、大当たり回数でいいんじゃないでしょうかね。じゃあお願いしましょうか。はい、わかりました。一番わかりやすいですかね。はい、はい、じゃあお願いしますね。お、なんか静かですね。そうですね、あ、音量とか大丈夫ですかね。台の方今からですかね、はい、あ、大丈夫ですか音。はい、ちょっと途中ね音がうるさかったり聞こえにくかったらおっしゃっていただけたらと思いますけどもね。はい、そうですね、はい、お願いします。あ、コメントもね結構たくさん来ていただいているので、あ、さっきまだ打ってないんだよねってお声もありますけどね。シャークさんもさっきはもう完全に初打ちですよね。はい、初打ちですね。さっき自体はなんかこうアニメの方は見たことあるとかありますか。いや、ちょっとアニメもね、見たことないんですよ。見たことない、はい、なんか麻雀の話でしたっけね、これ。そうですね、麻雀の話ですね。麻雀とかもされますか。麻雀、そうですね、たしなむ程度。あ、たしなむ程度なるほど、じゃあ、薬物とか詳しいんじゃないですか。まあ、そう、あ、そこまで、ね、そこまでね、なるほど。サエコ店長も、はい、さっきの方は、あれですか、初打ちっていうか。まあ、そうですね、実際打つのは、はい、初めてですね。あ、なるほど、まあ、麻雀もしないですか。まあ、たしなむ程度ですね、僕もなるほど、あまりちょっとわからないですね、ルール。あ、まあ、そうですね、はい、私もちょっと麻雀はちょっとわからないんですけど、まあ、萌えパチの麻雀って感じなんですかね。はい、そうですね。はい、さき来た、こんばんは、さきだ、さきマジかって言われてますけどね。ぜひね、CR さき見ていただいて、明日ね、また野崎店にも遊びに来ていただきたいなと思いますけどね。よろしくお願いします、はい。市場のあても4台ありますんで、あ、4台、はい、ライトミドル、あ、ライトミドル4台、はい、そうですね、市場のあての方もね、ぜひさっき打ちに来てください。よろしくお願いします。もう映ってるよ、 CM の意図がぜひ聞きたい。うん、 CM の意味知りたい。あ、なんかね、石川梨花さんの新しい CM 流れてるんですけど、あの羊のやつですか。そうですね、 CM の意味が知りたいって言われてるんですけどねどうなんですかね。それはちょっと本社の方に問い合わせてそうですね、はい、本社の方にね、そうですね、聞いていただけたらと思いますけどね、はい、はい。さっきって書けばみんな見に来るんじゃねえってことでね、多分放送ページの話でしたね。あ、じゃあ機種名入れますか。そうですね、機種がちょっとまだ決まってなかったのでね、また今修正しますのでお待ちくださいね。これでもさっきはもう結構最速の動画配信じゃないですか。そうですね、今日多分、ね、気候なチャンネルでは一番早いと思いますね。そうですね、はい、だから今日結構お客さんというかね、視聴者さん多いと思いますので、ね、あ、本当ですか。ぜひ当たりをね引いて、はい、さっきのいいところいいところを見せたいですね、はい、そうですね、はい。山陽さんの台なんですかね、これは、ね、はい、そうです、なんですかね、焼くものっていうか海の感じと似てるのでね、はい、なるほど。天下一品と言われてますけどね、これ天下一品ってどういうことなんですか。天下一品なんかね、そう言われてるんですよね。天下一品の匂い全然しないです、ね、なんかさっき一番最初に、はい、写真を見せていただいたと思うんですけど、はい、あれが天下一品の、なるほど、なるほど、よく見てらっしゃる。
か、なるほど、そういうことか、はい、主任活躍でこの先店長の立場がって言われてますけどね今日 ね、あの爪痕を残していただきたいと思いますけど ね、はい、本当に店長変わるかもしれないですからね、これでこの結果次第では。おー、なるほど、はい、下克上ってことで ね、そうですね。それ火曜日のタイトルですけどね、どうなんですかねはい、たこ焼きさんはまたメバチコのかなって言われてますけどね。あ、メバチコっていうよりは本当にもう風って感じでしたけどね。どうなんですかね。右の人焼き鳥さんかなって言われてますけど、違いますね焼き鳥さんではなかったですね。シャーク写真天狗って言われてますよね。天狗さんはね、あの森口のねあの社員さんなんでね。はい、和子、あ、和子です。シャクレさん、シャークって言われてますけどね。ありがとうございます。あれ、あの、すいません、打ち合わせの時にちょっと私聞き違いでシャープって聞いたかなと思ったんですよ。シャープちょっとね、シャープ、シャープ、プーですね。やっぱシャープですね。しゃくれてるんでね、あの、ええ、ちょっと滑舌がね。あ、なるほど。シャークじゃなくてシャープで。シャープ。ああ、みんなシャークって言ってますけど、ね。あの、家電メーカーの方のシャープ。あ、シャープ。シャープ。目の付け所が。あ、なるほど。そうですね。あ、よかった。はい。あの、テロップっていうかね、一応の名前にはシャープとはなってるんですけどね。あの、皆さんシャープで、あ、シャープかいって言われてますけどね。はい、はい。シャープさんですね。シャークごとリトルゴリの親戚かなって言われてますけどね。あの、金曜のね、あの、リトルゴリさんの親戚かなってことで、いや、違うと思いますけどね。はい、上野さんと言われてますけどね。マイマイと愉快な仲間さん、仲間たちさん、こんばんはって言われてますけどね。はい、こんばんは。今日もね、あの、楽しく配信していきたいと思います。左イケメンだわ。多分ね、あの、サイコ店長のことですね。すごいですね。ありがとうございます。はい、サイコ店長ももともとは森口のご出身ということで。あ、僕ですか。はい、はい、そうです。そうですよね、森口にいました。そうですね、森口時代から結構人気あったっていうのはちょっと聞いたんですけど、はい、そうですかねはい、ぜひね、あの、この生手配信っていうかね、野崎配信でも、はい、人気者になっていただきたいと思いますけどね。そうですね。はい、よろしくお願いします。あ、さっき打ちたいって言われてますね。さっき漫画読んでたけど買うのめんどくさくなって読むのやめたなって言われてますけどねまだやってるんですか、さっき。あ、どうですかね、漫画やってるのかな。アニメの方はなんかつい最近までやってたみたいなんですけどね。みたいですね。はい、天柱寝台アピールないのって言われてますけどね。野崎店は寝台は他に何か入ってるんですか。あとですね、あの、はい、19日から女だらけの水泳大会が、はい、あの、平和さんのね、はい、アイドリングが出るっていう台なんですかね。はい、他にもあの筋肉マン、あ、筋肉マン、はい、今話題のね、寝台ですけどもね、はい、来てますので、ぜひご来店していただければ、はい、そうですね、今日もあの筋肉マンの RTC でしたっけね、あの1時間に1回のやつが鳴り響いてましたけどね。筋肉マン何台あるんですか、野崎さん。6台。ああ、野崎、6台。6台。ちなみに縄手店は何台ですか。8台ありますよ。2台ちょっと買った感じで、はい、8台あります。なるほどね。あの、筋肉マンもね、ぜひあの、はい、人気機種ですのでね、あの、縄手店も野崎店もね、はい、来ていただきたいと思いますけどね。さっき600ハマったな、導入初日に。そうなんですね。あ、厳しいですね。どうなんですかね、これはライトミドルでハマったのかマックスでハマったのかって感じですね。マックスもありますからね。そうですよね、はい、まあでもね、あの、マックスだったらまあハマる可能性もあるかもしれないですけどね。風穴開けるわよ、これは多分アリアですかねはい、言いにくい。絹可愛すぎるって、これはあれなのかな、さっきのキャラクターなのかな、わかんないですけどね。イケメンに会いに行くわ、ヤッホー、店長はいないのということで、今日はあの、市場の当て店のね、店長はあの、ご来店というかね、あの、出てらっしゃるんですけども、残念ながらあの、野崎店のたこ焼き店長はあの、お休みということでね、申し訳ないですけどね。その代わりにはシャープさんが頑張ってくれるのでね、皆さん応援してください、お願いします。シャークの接客好きって言われてますけど、またシャークって言われてますね。ありがとうございます。シャークさんね、接客が好きということでね。はい、シャークの方が好きだぜって言われてますけどね。あ、ありがとうございます。名前シャークの方がいいんですかね。シャークにしましょうかね。どっちでもいいんじゃないですか。あ、そうですね、まあ、ポイントは16ラウンドの回数って言われてますけどね。まあでもね、はい、大当たり回数の方が分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけどね。まあそうですね。はい、焼き鳥さんはいるの。そうですね、今日は焼き鳥さんと一緒にあの MC しますので、よろしくお願いします。初当たりの回数、名前書いてあげよう。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、焼き鳥さんもいるの。そうですね、今日は焼き鳥さんも一緒にいます。あれ、松浦さんはってことで、今日松浦さんね、ちょっと消息不明なので申し訳ないですけどね、全然わからないです。はい、
はじめまして関東のニコ生ユーザーエヴァンゲリオン初号機です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。まさかの先ですかと思いますけど、まさかなんですかねどうなんですかね、意外やったんですかね、だいたいさっきちゃうかっていう。そうですよね、大体なんか、ね、そうですよねうっすら、うっすら感じてほしかったんですけど ね、はい、まあ、ね、でも今日はあの結構コメントでね、さっきが見たいって言われてたので、はい、今日はさっきで、はい、お二人に頑張っていただくので応援もよろしくお願いしますね。なんか前々の声遠くない、あ、遠いですかね、今ちょっとマイク調整したんですけどね、また教えてください、お願いします。キャップかわいい、台の声もうちょい上げてほしいと思いますね。あ、ちょっと小さいですね。そうですね、上げましょうか、いけます、はい、保留消化してからですかね、はい、大丈夫ですかね。あ、これでいけるの。高校生の麻雀大会で優勝を目指す麻雀部の話。 ありがとうございますあの話のわからないね、私に教えていただいてありがとうございます。誰もさっき知らんのかと言われてますけどね誰も知らないんですかね、なんか有名な萌え系では有名な漫画みたいですよね。らしいですよね、一応名前だけは聞いたことあるんですけどね、はい、残念ながらの話は一度もちょっと内容わかんないですね。そうですね、見たことないのでね、はい、またね、知ってる方に教えていただくということでお願いしますね。これは超能力バトルです。あ、そうなんですかね2チャンネルから来ました。 ありがとうございます。高校生のイカ様バトルです。あ、そうなんですか。さっきも筋肉マンも気になるなると言われてますね。筋肉マンね、お、いいですね。ちょっとうるさいですか今。音量をね、5に上げたんですけど、どうですかね。もし、良ければいいよって言っていただいてね、はい、あれ演出的にどうなんですかね、長押しってことでね、マックスまで行けば良かったんですかね。はい、そうですね。おー、今日うちに行きたかったな。あ、そうですね、今日からでしたっけね、先はね。そうですね、なるほど。まあね、寝台でちょっとね、空き台もないかもしれないですけど、もし座った時はね、ぜひ、はい、遊びに来ていただけたらと思いますんでね、よろしくお願いします。先の演出バランスについてどう思いますかってことなんですけども、この中で誰も先を打ったことがないので、何とも言えないんですけどね。手探りですね。はい、まあ、また三陽さんとこいうのなんか魚群タイム、魚群とか出るんですかね、ちょっとわからないですけどね。またその都度演出もこうご紹介したいと思いますね。はい、はい、スペシャル魚群タイム、あ、それはね、一応マリンちゃんの代ですね。はい、せいやみたいな代だよねって言われてますけどね。あ、せいやに似てるんですかね。マイマイの時は CM の音流れてて、松尾より優秀ですねって言われてますありがとうございますなんでかわからないですけどね、 CM ちゃんと流れてましたね。マリンちゃんまだということで、やっぱ三陽さんの代なんで、プレミアでマリンちゃんとか出ちゃうんですかね。どうなんですかね。結構セイントセイヤはなんかマリンちゃん出るとかいう風に聞いたんですけど、どうなんですかね。ぜひ見られたらね、はい、思いますけどね。これはなんて言うのかな、一般動画配信最速だよねと言われてますね。そうですよね。なるほど、ね、じゃあ今日はね、たくさんの方に見ていただきたいのでね、よろしくお願いします。お願いします。金でも全く期待できないのがどうかと思うのは私だけですかと言われるんですけど、三陽さんの台金でも結構外れたりしますんでね、あとはバランス的なもんだと思うんですけどね。あ、突然通常あるからたまりないとかありえるぞ。ああ、そうなんですね。結構辛いのかな。どんな予告リーチからでも、加点レッジボーナスっていうかな、これ何て言うの、ボーナス当たる代わりにどんな強予告絡んでも余裕で外す絶妙なバランス。そうなんだ。ああ、そうですね、ありますね。4ラウンドか16ラウンドっていうのかな。結構みんな詳しいですね。シャープかっていうところでね、突然通常を初当たり確率に入れるって詐欺に近いよねって言われてますけど、あ、それも込みなんですかね、ちょっとわかんないですけどね。シャープにしか聞こえなかった、まさかのシャープ、シャープとか何人食ったんですかって言われてますけどねどうなんですかね、シャープさんどうなんですかね何人食ったんですかって言われてますけど、サメと間違われてますけどね何回シャークって聞こえたわーって思ってね。はい、松浦の野郎またサボりか、前々働きすぎやでってことでね。今日はね、一応松浦さんはお休みということで、私の焼き鳥とね、一緒に MC させていただくので、よろしくお願いします。松浦さんいないのキャバクラーって言われてますけど、松浦さん、今日はちょっと本当に消息不明でね、私もわかりません。松浦さんは今日は高級日じゃない。そうですかね。
私は思ったんですけど、来週打つ台を今募集して店長さんたちで決めるのってどうですかって言われてるんですけど、はい、どうですかね。いいですね。あ、これもいい感じですね。はい、じゃあぜひねコメントでまたあの来週以降打ち台とかあればぜひ店長さんとかにねあの、はい、お伝えしますのでコメントいただけたらと思います、ね、そうですね、お願いします。はい、よろしくお願いします。あ、衣ね、あ、衣ちゃんっていうんだね。はい、あのキヌちゃんだと思った衣ちゃんですね。はい、ありがとうございます。今週も縄手と野崎の小さい争いがあるのかって言われてますけど小さい争い、そうですね、小さい争いありますよ、ね、ちょっと小競り合いも勃発する感じでね、はい、はい、それこもねちょっと楽しみの一つであってほしいですけどね。はい、はい、お願いします。キヌで幽霊かよ、さっきはガンガンシリーズで掲載、今は月刊ビッグガンガンって言われてますけどね。あ、ガンガン系はちょっと私読んだことないんですけどね、どうなんですかね、知らなすぎ。そうですね、ここの4人多分誰も知らないと思いますけどね。はい、ムック店長は顔出さないのということで、あの先週の放送なんか来るって言ってたんですけど、そうなんですよね、来なかったんですよね。やっぱりちょっとお忙しいんですかね。ですかね。またね、いつかこう顔出ししていただけたらと思いますけどね。はい、シャーシにしときって言われてますけどね。シャーシシャーシシャーシってなんすかね。シャーシン、シャーシンって言われてますけどね。シャーシン、もう何でもありですとりあえず細かったらいいっていう。そうですね。確かに、前々今日は焼き鳥さんで緊張するってことで、あ、でもね、焼き鳥さんでは今回2回目なのでね、今日はあの楽しくさせていただいてますよ。はい、シャークさんと焼き鳥さん顔見てないですかって言われてるんですけどね。どうなんですかね、顔見てます。顔の下半分が似てます。あ、なるほど、あの、あ、顎のあたりが、顎のあたりが、顎、はい、なるほどね。はい、そうですね、負けたらあの名前シャークにしようよって言われてますけどね。シャークどうなんですかね、通行の先と聞いて、あ、通行の先ね、どうなんですかね。で、打ち手の人はさっきを知ってるのかいって言われてますけど、さっきね、あの聞いたところちょっとあまりご存じないということでね。そうですね、皆さんの方がもしかしたら詳しいかもしれないのでね、はい、ぜひあのキャラクターとか教えていただけたらと思います。化け物語が見たいということで、化け物語まだね、パチンコの方は入ってないですね。そうですね、またの信頼導入されてからの話になるので、その時はまたね、あのお知らせいただけるということで、はい、お待ちください。あ、さっきもう導入されてるんだ、はえーって言われてますけどね。大体今日からが解禁のとこが多いんですかね。そうですね、そうですね、はい、なるほど。大阪が今日じゃないですか。あ、今日から全国的には多分月曜日明日のところが多いと思う。なるほど、じゃあもう一応まあ史上最速というかね、一番早かったということで、はい、はい、ありがとうございます。脱衣麻雀かなと言われてるんですけど、脱衣麻雀なんですかね、これどうなんですかね。大阪はさっき今日日曜から解禁、ありがとうございます。またこんな札合わせやって仕事しなさいって言われてますけど、どうなんですかね。おろおろって言われてますけど、焼き鳥さんって誰ですかって言われてますけど、焼き鳥さんどうですか。誰、あ、すいません、エンジェック の, あのメンバーです、よろしくお願いします。あの一応うちのね、エンジェック の, あの一番偉い人です、よろしくお願いします。焼き鳥さんは週に1回だけですかって言ってんのは、あの木久扇さんは週1で、あ、そうなんですか。はい、まあ、松浦氏ちょっと休みがないと、はい、ちゃんとあのコメントが荒れてくるというか、すさんできますので、はい、まあ、一応休みをあの週1で取ってもらって、はい、なるほど。はい、今日はね、松浦さん消息不明ということでね、はい、はい、申し訳ないですね。なんでバレーやってんだよ、麻雀やれよな、思い切りバレーしてるけど、さっきね、あのバレー演出ありましたけどね、まあ、いろんな演出もあるということでね。はい、ミッションって激アツって言われてますけどね、 VS より当たる気がするって言われてますけど、ミッション熱いんですかね。どうなんでしょうね。はい、ね、こんばんは。あ、こんばんは、ありがとうございます。あ、音がうるさいって言われてますけどね。あ、じゃあちょっと下げましょう。下げますね。3くらいがいいんじゃないですかってお声いただいてるんですけどね。わかりました、はい、申し訳ないです。焼き鳥さんチーズって言われてますね。どうもー。はーい、焼き鳥さんもぜひあの声をね、あの聞かせてください、お願いします。さっきの冊子とか用意したらってことで、今ねあの手元にありますので見ながら今やってる感じですけどね。はい、はい、日曜人気すぎて打てなかったって言われてますけどね。あ、さっきね、やっぱり人気あるんですかね。信頼っていうのもありますけどね、やっぱライトミドルはやっぱ打ちやすいんでね、人気あるかもしれないですね。小当たりって言われてますけどね。はい、小当たり、あ、そうですね、今音を3人してもらったので、はい、はい、お願いします。金の上に魚群柄あるから注意ねと言われます。あ、やっぱりね、魚群柄がやっぱり一番熱いんですかね、どうなんですかね。
ちょマリンどころかワリンも出るよ、サム出てたねと言われてますけど、やっぱり山陽のあの、まあ、出るんですね、おなじみのキャラは出ちゃう感じなんですかね、はい、はい、ぜひ見たいですけどね、見たいですね、はい、じゃあツイッターフォローありがとうね、マイマイ、ありがとうございます、はい、マリンやワリンが麻雀対決で出ると言われてますけど、あそうなんですか、あそうなんですか、それはまあプレミア扱いになるんですかね、やっぱりね、ちょっとね楽しみでもありますけどね、今日マックス600ハマリから16連して終始プラマイゼロだった、さすがサキさん、わーすごいですねまあでもプラマイゼロになっただけいいと思いますけどね、私はね、そうですね、はい、お疲れ様でした、山陽は色を1ランク落とした信頼度で OK、 金は赤、赤は空気って言われてますけどね、あじゃあ赤空気、赤空気らしいですね、まあ、金でも あんまりってことなんですかね、本日エヴァンゲリオン8の U パチでバトルモード中第9使徒とのバトルの時タイマーがレインボーになってました、 おめでとうございます、プレミアですね、頑張れマイマイ、ありがとうございます、まっちゃんシルバー行ったのかってことで、あシルバーの件はねちょっとまた報告させていただくとおっしゃってたので、シルバーって何なんですか、うちの会社で先月打ち死にという60時間の番組をやったんですよ、あ、はい、その時に一応出玉というか枚数で罰ゲームが決まってたんですけども、はいはい、枚数、はい、あスロットですか、はい、そうです、はい、鬼浜を打ったんですけどね、はい、一応1万枚はクリアしたんで、はい、2万枚に行けばうちの松浦をシルバークラブという、はい、もう超熟女のお店に連れて行こうという、はい、ちょっと罰ゲーム的なことをしたんですけど、あ、まあ、結局2万枚はちょっと届かなかったんですけど、はい、でもうちの社長の粋な計らいで、はい、もう行ってこいよということで、はい、指令が出たんですけども、はい、松浦の方がちょっと都合が悪いということで、まだ行けてないんですよね、絶対嘘ですね、それは、ちょっと行きたくないんだけどと思うんですけど、まあでも一応ね行くつもりにはしてるみたいなので、あそうなんですか、はい、またねまた話したら、そうですね、ちょっと面白いですよね、はい、その時またねお待ちください、お願いします、焼き鳥さん息してますかって言われてますけど、してますよ出ますよ、失礼ですね本当に焼き鳥さんちょっと暑そうですよ、お空気、空気、さっきスワンコを転廃してましたもんね、あなるほど、これリーチ的にもどうなんですかね、どうですかね、一応赤文字ですね、はい、なるほど、最近松浦が出なくて寂しいわ、でもマイマイも好きだよ、ありがとうございます松浦さんね、今日キャバクラ行ったりとかね、消息不明でちょっと分からないですけどね、私も頑張ります、お願いします、他の台動いてないと音響くねって言われてます、そうですね、一応まあ音量今3にしてもらったので、はい、またねちょっと音うるさいとか、そうですね、聞こえない場合は教えてください、はい、あれ焼き鳥さんおらんのって言われてますけど焼き鳥さんねいますけどね、いや生きてますよ、はい、ちゃんと生きてますんでね、はい、助っ人としてマリンとワリンが参戦しますよ、あそうなんですね、ということはまあ当たりの可能性もあるってことですかね、松浦さんはもともと道を担当じゃないから出ないよということで、あそうですね、確かに松浦さん先週はね初放送ということで担当していただいたんですけども、ね、はい、一応基本的に日曜日はうちの社長のね焼き鳥が自ら参戦ということなので、はい、マイマイさんはいるんですか、はい、毎回私は今日はね一応助っ人という感じで一緒に来させていただいたんですけども、またぜひ来させていただこうと思ってますので、その時はよろしくお願いします、お願いします、はい、お願いします、サエコが大東か森口に顔出ししてって言われてますけどね、わかりました、あ行ける感じなんですかね、もうすぐ行きますよなるほど、はい、じゃあねその時またお楽しみにということでね、はい、はい、お待ちしております、焼き鳥さん眠いのかなって言われてますけどね、眠くないよみんな優しいですね、なんかねめっちゃいじられますね、そうですね焼き鳥さん全然なんかいじられまくってますけど、あ11日が最速、10日が最速だったって言われてますけど、10日のとこもあったんですかね、 あるんですか、お店でね、どうなんですかね、すばらって言われてます、あ素晴らしいってことだったね、もうちょっと画面アップしてと言われてるんですけど、アップできます、アップにしますか、はい、はい、ちょっと待ちくださいね、おーって言われてますけどね、あむしろエンジェックの社長でしょ、そうですよ、私の焼き鳥はエンジェックの社長なんでねなんで焼き鳥さんなんですか、あーあ、ね、焼き鳥好きなんですよそう、私の焼き鳥なんですよ ね、焼き鳥さんは肉は牛より鶏派っていうことでねはい、みんなが知ってると思ったら大間違いで焼き鳥さんって言われてますけどどういう意味なんですかねいや悔しいわいやでもね結構うちの会社の配信は焼き鳥さん結構出てるんでね、
雑談放送とかねどうなんですかね、わからないですけどぜひ見てね、チャンネルで毎日出てはるんですか。あ、そうですね、そうですか、はい、そっちの焼き鳥さんということで、ね、はい、来週の希望なんですが、エヴァンゲリオンの7と8でどちらが一撃性が上か見たいんですけど、はい、って言われてるんですけどね。なるほど、ミドルのやつですね。ですかね、まあ、どちらもあのお店にはあるんですか。ありますよ。あ、なるほど、はい、まあ、それもちょっと面白いかもしれないですね、はい、ぜひ一応参考にということでね、はい、お願いします。え、焼き鳥さんって偉かったのって言われてますけどねどうなんですかね、まあ、焼き鳥さん係長です。いや、まさに言ってもう全国を飛び回る係長らしいです。はい、深夜までご苦労様です、 ありがとうございます。焼き鳥さんは偉いんですって言われてますね、寝台はスペック関わらず人来るからねって言われてますけどね。いや、でも私ライトミドルすごい好きなので、まあ、うちは遊びやすいですよね。そうですよね、かといって、まあ、一撃性もありますしね、はい、ぜひね、さっきまた皆さん打っていただきたいと思いますけどね、はい、焼き鳥さん、松浦に早くシルバーに行けと言ってくださいって言われてますけどね事例出しておきます。はい、直属のね事例をお願いします。あ、プレミア分かりやすいな、ウリンちゃんって言われてますけどね。あ、ウリンちゃんとか出てきたらちょっとねテンション上がりそうですけどね。鬼武者で24連してきたよっていう、こう勇者がいますけどね。24連ってすごいです ね、一撃ですかね。寝落ちしそう、最近まともにキコちゃん見れてない、マイマイさんごめんね。いやいや、全然ね大丈夫ですけど、まあ、寝落ちしながらでも見てください、お願いします。今日8マスを負けましたと言われますけどね、何の台で負けたんですかね、お疲れ様でした。なんかうやむやにしてシルバー行かないことにしようとしてるんじゃないって言われてますけどね。いや、ちょっとわからないですね、松浦さんに聞いてください。もしかして松浦さんリアルに離婚競技中じゃないのと言われますけど、いや、その辺はちょっとどうなんですかね、プライベートのことはちょっとわからないので、ね、本人に聞いてください。さっきは終始プラマイゼロで麻雀が打てますよと言われてますけどねどうなんですかね、麻雀が好きな方にもこう愛される台なんですかね。小当たり、また小当たりかよ、この小当たりのせいでグラフがひどいことになると言われてますけどね、どうなんですかね。小当たり確率結構高いんですかね、この台ね。三重は10日と言われて、あ、10日に最速なのかな。あ、三重県は10日からですか。あ、早い、なるほど、そうですね、三重は10日って書いてます、ね、なるほど。最後すぐ行きますって大人の対応だろうって言われてますいや、行きますよ、ね、そんなことないですよね、はい、たまにはね、他店の放送も出ていただいてね、そうですね、はい、お願いします、はい。冊子にある激アツ予告紹介しようっていうふうに言われてるんですけども、激アツ予告ね、一応ムービー予告とイーピン役物で、あと保留だったら金魚群なんですかね、はい、多分そうですね。あとはまあ疑似連絡んだりとか、この後すぐ予告っていうのもあるみたいで、これも大チャンスと書かれてますね。そうですね、あとはまあリーチも期待度がそれぞれ違ったりとかありますんでね、また熱いリーチの時はお知らせしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。焼き鳥さんは視聴者のおもちゃですからねって言われてますけどそうだったんですか。本当におもちゃにされてますよねすいません、人扱いしてくださいそうですね、人ですんでね、お願いします。今日は MC カメラないのかっていうことで、あ、MC カメラね、また出そうと思ってるのでね、今とりあえず台の方に、はい、集中していただけたらと思います。キャップかわいいよキャプテンって言われてますけどね、キャプテンって誰なんだろうね。誰でしょうね、ちょっとわかんないですね市場の当てで働いてる、うん、すごい態度悪いって書いてますけどね、誰のことですかねこれ、すいません。この焼き鳥ディスは松浦さんがコメントしているに違いないですよって言われてますけどねどうなんですかね。焼き鳥さん、今日のラーメン美味しかったですかということで、いや、激うまでしたね。あ、塩ラーメンね、はい、ただのゴールもしたということでね米も入れたということでね、ありがとうございます。ミドルでもユーパチでも、態度悪い店員なんて昔は当たり前だったけどなって言われてますけどね、どうなんですかね。でもキコーナさんは、はい、でも店員さんすごい礼儀正しくてね。なんですか。はい、私結構これで多分全部の店舗回らせてもらったのかな。市場の当て以外は全部回ったんですけど、はい、皆さんすごい対応良くて、ちょっと感激しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごいいいなと思いますけどね。昔はヤーさんだからねってどうなんですかね。キコーナチャンネル見始めてから毎日寝不足です。 ありがとうございます。ちょっとね、寝不足もちょっと心配ですけどね、ぜひ楽しんでいってください。残念ながらウリンは出ません。ウリンちゃん出ないんですかね、どうなんですかね
松浦さんは嫁を追い中国に行きました。あ、なるほど目撃情報もあるということでね今日東大阪の地コーナーで打ったけど回らなすぎです、言っといてください。あ、そうなんですかね、どうなんですかね、申し訳ないです。仙台は7日からもう入ってるよって言われてるんですけど、7日、はい、稼働してたんですか。どうなんですかね、先行導入は7日だけど稼働は別の日とかよくありますもんね、はいはい、どうなんですかね、魚群柄は結構外すよってお声いただいてるんですけど、あ、そうなんですか。じゃあ何を信じればいいんでしょうかね魚群柄外しちゃうとね、ボーバス中が売りって書いてたから早く見たいなってことで、あ、多分当たり中のことなんですかね、やっぱり当たり引かないとちょっとってことなんですかね。これ角中の2角って 5% なんだね、今日2連続で2角だったんだが、5% しかないんですか。あ、 5% もあるってことなのかな。角変中の2角ってちょっと損した気分になりますよね。確かに、焼き鳥さんはラーメン評価保養論家ですからって言われてますけどね。ラーメン好きなんですか。いや、好きってわけではないですまあ、結構ラーメン多いんかな。ラーメンの話になってますからだからツイッター上 で、 そうです、ね、ネタをこう振るときにラーメンネタが結構あるんで。あ、そうなんですか。受け、はい、受けるというか反応がいいので打算的にちょっとやらせていただいて全然興味ないのに打たないといけないの大変ですねって言われてますけどね。いや、興味ないことはないですよね。いや、そんなことないですよ、ね、はい、ただその原作がわからないということで、ね、原作は知らあんまり内容がわからないということ で、ね、またね、はい、ちょっと原作の方もちょっとかじってみたいと思いますけどね、はい、ラーメンはやっぱ味噌だなって言われてますけどね皆さん結構ラーメンはこう味とかあります、はい、好きな味とか。最後店長どうですか。僕は結構こってりが好きですね。豚骨とか、ね、天下一品とか。あ、天下一品、あ、さっきね、はい、写真で出てましたけどね、はい、天下一品ということで、シャープさんはどうですか。いや、僕はちょっとこってりしたのはダメなんですよ、ね、あ、逆にダメということで。あ、でもあっさりがいいですね。じゃあ醤油とか。そうですね、醤油、塩とか。あ、なるほど。今日ちなみにね、焼き鳥さん今日塩ラーメン食べましたよね。あ、そうですねあっさりしましたけどねはい、ダブルの Y さん、ラーメン天国は体にやばいですよ、歩こうねって言われてますけどね、これ、はい、焼き鳥さんのことですかね。お気遣いいただいてありがとうございます早く当ててくださいって言われてますけどね。もう30分経ってるんですね、当たらないまま、ね、ライトミドルなんでね、ちょっと当たるとは思うんですけどね、もう少々お待ちくださいね。今服店、女子トイレ入って左手前個室の中から天井のカメラが見えます、はい、気持ち悪いので対応よろしくやでって言われてますけどね。あ、それダメですねあ、ぜひね、今服店にね、行っときますので。わかりました、言っときます。はい、お願いします、はい、あ、和骨です、和骨です、ありがとうございます放送中に当たりを見れますかって言われてるんですけどね。いや、もちろん、ね、ぜひね、スパイク店長とね、シャープさんの引き次第でね。アマデジやったらね、前回ちょっと当たってたんですけど、ライトミドルになったらこんなに当たらね、全然当たんないです、ね、確かにね、はい、まあでも2時間あればね、何かは見せれると思うんですけどね。はい、お願いします。何も暑いの来ねえなって言われてますけどね。そうですね、仙台7日から普通に打ててましたよっていうことで。あ、やっぱ早いですね、早いですね。1000円でどれぐらい回るんだろうって言われてますけど、ちょっとね、その辺はちょっと村もあるのでわからないですけどね。桃子かいい、あ、桃子かわいいよって言われてますけどね。桃子ちゃんってどの子だろう、髪長い子かな。チーとカンの議事にでは金文字でも余裕で外すから演出かすぎたわ。あ、そうなんですね、金でも外れるということで、3点きた。スペック教えてくださいということで、今日の先はライトミドルタイプですね。ライトミドルですね、249分の1ですね、はい、確変突入率は、はい、77% ですね。まあ、でもライトミドルにしては結構突入率多い方ですよね、 77% ってね、結構一撃性ありそうですね、はい。焼き鳥食べていいですかって言われてますけどね、どうですか焼き鳥さん。いや、推奨したいですね。あ、なるほど、焼き鳥どんどん食べてくださいということでね無鉄砲、あ、これラーメンの話ですかね。焼き鳥さん、ラーメン二郎うまいよって言われてますけどね。あ、二郎は店によると思いますね。 あ、そうなんですか。はい、なるほど、行かれたということで、 ね、関西は二郎ないんですかね、ラーメン二郎、ね、あ、行ったことないですね。そうですよね。うまかっちゃん最高と言われてますねうまかっちゃんね、はい。石巻とか土日祝は7時開店だからね、あっちの地域ゆるいよねと言われてますけどね。7時開店ってすごいですね。宮城県は、はい、多分全国で一番早いんじゃないですか、ね。あ、なるほど。閉店時間も同じぐらいなんですか。閉店は遅いところだと1時1時です、ね、あ、初めて聞いた、すごいな。さっきの演出のバランスは聖夜を継承してるんですかって言われてるんですけどね。
まだ熱い演出がちょっと来てないので何とも言えないんですけどね。そうですね、ただの、はい、皆さんで検証していきたい。まだ見せ場がないですよね。そうですね、検証したいと思います。はい、はい、モッコスのラーメン食ってみてと言われてますけど、モッコスって何ですか？あー、ちょっとそれは分かんないですね。そうですね、モッコスってちょっと聞いたことないですね。知らないですね。あっさりならサイカラーメンがあると言われてますけどね。サイカラーメン、サイカラーメンもちょっと聞いたことないですね。あ、みんな結構詳しいですね。天一のあっさりのラーメン美味しいよって言われてますけど、いや、天一はやっぱりこってりですよね。そうですね、推しはこってりですよね。はい、まあ、でもあっさりもうまいということでね。はい、牛島くんがギャンブルにハマる人間は信用できねえって言ってた。あ、そうなんですか。闇金牛島くんですかね。焼き鳥さん、マージャンやるんですか？マージャン趣味程度で。あ、そうなんですか。なるほど、はい、焼き鳥さんはマージャン詳しいということでね。はい、缶を熱くしてほしかった。さっきは缶ってイメージなのにって言われてますけど、あ、そうなんですね。天下一品のハーフブレンドにおろし生姜入れるとうまいよ、バイ元店員と言われてますけど、あ、ぜひね、次は最古店長に ね、はい、やっていただきたいですね。はい、この台ほど赤が安い台はない、花のケージの日じゃないと言われてますけどね。まあ、ケージも確かに赤ちょっと空気な感じありますけどね。どうなんですかね。この台2週間ぐらいで撤去されそうだな。いや、でもね、ライトビルドはね、そんなことはないんじゃないですか。そうですよね、はい、多分ライトビルドは結構稼働いいと思うんでね、ぜひ、まあ、打っていただきたいと思いますけどね。ハーフってこっさりってやつって言われてますけど、あ、こっさりってあるんですか、天下一品。こっさり、こっさり、こっさり、ああ、こってりとあさりの、あ、ブレンドってことですかね。ああ、なんかありますね。あ、でも最後店長は食べたことないけど、僕はもういつもこってりなんで。なるほど、はい、次回はこっさりに、生姜でしたっけね、おろし生姜、はい、ぜひ入れてみてください。この辺近くだとどの辺、何店になるんですか、天一は。天一、175線沿いにあるんですけどね。ほうほうほう、はい、ありますね。なるほど、そちらまで行かれるんですか。ああ、行きますよ。あ、なるほど、はい、夜遅くまで空いてますんで。あ、そうなんですか、はい。まあ、そこに行けばもしかしたらサイコ店長に会えるかもしれないということですね。ラーメン屋で、そうですね、はい、はい、ぜひね、お声かけてください。関西でラーメン店おすすめはどこですかって言われてますけど、関西のラーメン店おすすめどうですかね、焼き鳥さん。結構食べ歩いてるんじゃないですか。あ、誰ですか、焼き鳥さん。あ、俺ですか。あんま行ってないですよ。横綱とか京都にある横綱ってありますよね。はい、とかぐらいじゃないですかね。なるほど、 あんま有名なとこ聞いてないですね。シャープさんはどうですか、ラーメンとここ美味しかったよってとかあります。僕ラーメンあんま好きじゃないんですよ、ね、あんま好きじゃない。おっと、何が好きなの、何が好きなの、何が好きなんですか。いや、もうそうです、お寿司とかですかね。あ、お寿司、あ、なるほど、はい、ね、それは回転寿司でも OK な感じ。回転寿司ですね。あ、さっきね、ちょうど焼き鳥さんとカッパかクラかの何派かみたいな話をちょっとしてたんですけど、あ、僕はスシロー派ですね。あ、スシロー派で、なるほど、スシロー派ですね。サイコ店長はラーメンどうですか。もうやっぱ天下一品がいいですか。僕はやっぱ夢屋台っていうラーメンもすごく、まあ、こってりしてて。あ、そうなんですか、はい、夢屋台、はい、どの辺にあるとか分かります。森口にも、あ、森口にもある、ありますし、なるほど、はい、あ、じゃあね、地元が兵庫県の伊丹の方なんですけど、 そこにもあるんですよ。あ、なるほど、夢屋台、はい、最後店長おすすめということで ね、ぜひ、はい、ぜひね、近くの方は行っていただきたいと思いますけどね。自分の台は1300ハマリ、隣は900ハマリ、その隣700ハマリ、何これ、これどうなんですかね、マストスの話なのかな。あ、すいません。あ、赤の安売り多いね。激闘ゾーンでのリーチが絶望でしかない。あ、激闘ゾーンっていうのがあるんですかね。先読み予告か何かなのかな。先読みね、どうなんですかね。空気って書かれてますけどね。奈良の店のこってりラーメン美味しいよ、次の日必ず吐くけどって思ってます。めちゃくちゃこってりラーメン整理。いやね、ちょっと無理して食べないようにということでね。はい、当たらなかったらシャープ居残りやなと思いますね。ちょっと罰ゲーム、ある意味罰ゲームですね、本当に。自腹で打ってくれって思ってますけどね。はい、配信以外でね、自腹で打ちたいと思います。関西はラーメンよりお好みのがいい店ありそうだがと言われてますけどね。お好み焼きね、結構関西も多いですから ね、 そうですね、好みもあると思うんですけど ね、 ね、ステルスももや、あ、そうなんですね。こんばんは、金の信頼度 10% だわって言われてますけどね。 10% ってことはないと思うんですけどね。どうなんですかね。
何回とかひまわりの店員が何時間かお気に入りで何が紙に書いてるけど何してるのって言われてますけど、これあ多分縦のあれですかね、統計からが取ってるんですかね、ですかね、はい、ちょっとね、あの、まあ、たまに見かけますけどね、まあ、そうですね、ちょっとね、そういう感じということでね、セイントサキヤと思えばいいですかと言いますけどね、まあまあそんな感じなんですかね。赤に何か言ってるやつはセイヤ打ったことないんかって言います。あ、まあ確かにセイヤもね、赤空気ですからね。どうなんですかね。JR 玉造にあるジェットってラーメンはこってりでいけてるでって言われてますね。あ、本当ですか。ちょっと一回行ってみたいですね。そうですね。またあの玉造りですか。玉造りって書いてますね。あ、わかりました。ぜひね、行かれたらあの感想とかね、教えていただければと思いますね。お好み焼きなら梅田の広和屋、広和屋はうまいでって書かれてますね。あ、そういうお店があるんですね。なるほど。通常時が結構拷問、核返事は少し面白いけど激動ゾーンで絶望。なるほど、核返事少し面白いんですかね。あ、さっきですか。そうみたいですね。まだそこにも行けてないですね。そうですね、はい、今ちょうど拷問タイムということですね。はい、77% の引き換えに突通の存在。あ、なるほどね、突然通常もあるということでね。赤金何それって機種。あ、そうなんですかね。女だらけのパチが打ちたい。あ、これあれですかね、平和さんの女だらけの水泳大会のことですかね。はい、水泳大会は稼働はいつからなんですかね。19ですね。19です。はい、まあ、もしかしたらね、今週来週ぐらいでまた配信もあるかもね、知れないですけど、ね、次が18日ですか。そうですね、はい、はい、そうですね、18日の配信になりますね。7時開店で6時半入場抽選とかきつすぎる。あ、これはあの宮城のことですかね。二郎犬ラーメンなら歴史を刻めと言ってますけど、金の上に魚群とレインボーがあるのと言ってます。そうですね、金保留、魚群保留、上にレインボーって書いてましたけどね。まあ、レインボーね、まあ、なかなか出ないと思いますけどね、まあ、金か魚群でちょっと絡んで当たるって感じなんですかね。モッコスラーメンって神戸じゃないっけと言われてますけど、あ、神戸にモッコスラーメンってあるっていう情報がね、ありますけどね。まあ、セイントセイヤも赤で発展すらしなかったしなってありますけどね、まあ、どやっぱり空気なんですね。そうです ね、やっぱり金系以上ってことなんですかね、はい、そんなの行かなきゃいいじゃんってやってますけどね。セイヤの赤は内部的に赤じゃないやつもあるからなって言われてますけどね。どうなんですかね、結構詳しい人多いですね。モッコスは神戸にある。あ、ありがとうございます。神戸にもあるんですね。そうですね、あるみたいですね。まあ、またね、なんかちょっと検索してみようと思いますけどね。はい、皆さんなんかモノマネしてくださいってすごい唐突なものが来たんですけど。あ、なるほど。なんかモノマネできる人いますか。まあ、シャープが結構モノマネ得意って聞いてますんで。おー、はい、おー、ぶっ込む感じですか。ぶっ込んできますね。お、なんかできます。いや、何もできないですよ。焼き鳥さんのモノマネできるやん。あ、そうですね。あ、いいじゃないですか。じゃあこっちのカメラに、こっち側のカメラに向かってやっていただけますか。すね、じゃあちょっとカメラチェンジを、枠チェンジをお願いしていいですか。じゃあ、大きい方でいいですか。たこ焼きっていう方。はい。はい、今やりますよ。じゃあ、行きましょうか。こちら、見ていただきまして。見えます、ここ。まこんな感じで映ります。今入りました。今入りました。どうもどうも。はい、なんかじゃあ行きますか。シャープ後藤さんのモノマネまで。モノマネもしてるぜ。焼き鳥さんの。もうちょっと右寄りましょうか。元気でしょ。あ、猪木。そっち猪木ですか。そうなんですよ。あ、そう。あの全部顎かっこいいということでね、あ、ありがとうございます。どうでもええわ。今あの7点やらされて、やらされてどうでもええわ言われてますね。今7点パイやんけ、言われてますけど、あ、当たりなんじゃないですか。お、これ。それ当たりじゃないです。いや、何ですかこれ、ボーナス。あ、当たった。そうですね、完全、とこ。そうですよ、モノマネやる前に7点パイやる。どうでもええわ言われてる間に。そう。やりました。はい、あのちょっとね、ここ現場空気読めないから申し訳ないですけどね。はい、追いカメラ追いカメラでも、ね、申し訳ないです。はい、これは4ラウンドか16ラウンドのあたりだそうですね。あ、なるほど、はい、一応核変扱いになるんですかね。ですかね。そうなんですかね。はい、あ、そうですね、一応4ラウンドか16ラウンドということでね。はい、サキが缶で止めれば4ラウンド確変、サキがツモで止めれば16ラウンド確変ということでね。この何ちゃんっていうんだろう、この金髪の髪の毛の方が
出てきちゃったら4ラウンド復活ゾーンへということで書いてるんですけどね。これはもう過去編ではないですね。衣ちゃんですね。衣ちゃんですね、これ。過去編が時短かってことなんですかね。なるほど。まあ、先が出れば過去編ってことなんですかね。麻雀戦闘モードへと書いてるのでね。はい。なるほど。後ろで海の RTC が聞こえると言われてますけどね。そして今、前代一斉に始まっちゃいましたね。申し訳ないです。マイマイこんばんは、こんばんは。旅行保留待ちなのかなということでね。そうですね、シャープさん、なんかありました？いや多分モノマネしてたんで分からないと思いますよ。カメラ見てましたからね、はい、まあ、別に画面見てても何も、ね、うん、ない感じだった。あ、7点で過去編じゃないのかと言われてますけどね、7通常あるのってことで、今それをシャープさんがね、シャープさんね、はい、証明してくれるということで、もう終わりそうですけどね。はい、さっきうつきなくた単語出てますけどね。いやいや、そんなことないですよ。信頼なんでね、ぜひ遊びに来てください。ギャンブルする人は女性にモテないと言ってますよ。どうなんですかね。まあ、でも最近ね、彼女と一緒に乗り打ちするって人もいるんでね、どうかわからない。そういう方もいますね。そうですね、はい、まあ、一概には言えないということでね。名古屋人がスガキ屋ラーメン食えてさーって、あー、スガキ屋さん有名ですよね。有名ですね。もう超大手ですけどね、はい、私もよく食べに行ってますけどね。はい、モテるやつは何したってモテるよーと言われてますけどね。まあまあ確かにそうですよね。羨ましいですね。はい、ね、何しなくてもモテるっていうのが一番いいですよね。リーチ一発でポンしたらチーでロンだからなと言われてますけどね。なるほど。モテモテの俺が通ります。はい、ありがとうございます。野崎のおすすめラーメン店を教えてあげてくださいということで、野崎と市場なんて周辺のラーメン屋さんはお二人は行かれましたか？市場なんてはもう僕はもう天一しか行かれないから、ね、なるほど。まあ、おすすめラーメンって言うほどは行ってないよってことで。そうですね。なるほど。議事連ですか？あ、そうですね、議事連始まりましたね。はい、そうですね。はい、はい、マイマイはビール飲んで枝豆食いながらって。おいおい、お、激アツが出てきます。来ましたよ、やっと。銀文字のお店で激アツお店がする場面が来ましたね。はい、見せ場来ましたよ。議事3連ですかね、今。はい、これで議事さんですね、はい。あ、野崎の保留が見えないですよね。野崎の保留、縄手で、ね、なんか、魚群、魚群、今出ましたね。出ましたね。これいいんじゃないですか、今の。ちょっとなんかドキッとしましたね。これはなんかね、次回予告みたいな感じですか。お、金文字、はい、金文字。これはちょっと当てないと。これは、あ、この後すぐ予告出ましたね。これ多分激アツですよ、はい、大チャンス。いいピン焼くものが全部作動すれば熱いみたいな感じですけどね。さあ、最後店長見せ場来ましたね。来ましたね、やっと来ましたね。はい、やっと、今12時53分ですので、はい、53分か、当たらんかったんですか。ライト見せたらして当たるっしょ、ね、これマックスちゃうんですか。そうですね、内部的にちょっとマックスかもしれないですけどね、はい、ちょっと弱いって言われてますけどね。キャップギターこれ渡りそうだが G 普通だなーって言われてますけどね。魚群柄超気持ち悪いって言われてますけどね。どうなんですかね。ちょっと一瞬見逃しそうになりましたけど ねちょっとインパクトがちょっと薄いんかな。さあ、どうですかね。あ、でもこれはあるでって言われてますけどね。これはこの展開で外してやめたって言われてますけどね。あ、指をかざせ、腕をかざせってことですかね。あれ、ああ、あ、ああ、ボタンあるんじゃないですか、部活がね。あ、山陽だから外すなーって言われてますね。あれで外れんねや。わーい、あれで外れんねや。わー、これコメント荒れそうですね。うー、山陽って言われてますね。って言われてますね。あっさり山陽だしな、これが普通だから。ほんまになんか空気みたいな感じ。わー、絶対歌う気もすり放題わって言われてますね。うおー、そうか、あれでもないのか。部長の妻の動作かっこいいから真似したら肺がどっか止めたって言いますけどね。絶対歌うわ、聖夜バランスだから普通お詫びがあるねって言われてますけどね。これが聖夜の後継期か、なんで入るねん、これは打つ人減るなって言われてますけど、なえたわって言われてますけどね。この台高尾ですかって言われてますけどね。レインボーでも当たらないみたいな。そうそう、これはね、今日は西洋さんですけどね。いやー、ちょっとびっくりしましたけどね。どうなんですか、びっくりしましたね。トップモード、あ、でもどうなんですかね、これは4つ
合宿モード。合宿モードですね。なるほど。あ、合宿モード、はい、特殊モードで各編は通常って書かれてますね。はい、特定の回数で移行して百花繚乱モードに行けば各編かもっていうことで、まあステージアップした方がいいよってことなんですかね。すごいですね。ラーメンの話もいっぱい来てたんですけどね、サイコ店長が外した瞬間一気にコメントがドーンって上がりましたすごい数来ましたけどね、しかし引き終えなって言われてますけどね、はい、金龍や鎌倉はって言われてますけどね。すいません、行きました。行きました。焼き鳥さん的にどうでしたか。いや、まあ美味しいんじゃないですか、みんな。ちょっと濁すような感じですけどねこっさりはハーフブレンドの一種の言い方だよ、今では屋台の味に言われたりするらしい。あ、そうなんですね。麻雀も知らん、ラーメンも興味ない、シャープさん何しに来たのって言われてますけど、いや、回転寿司語りに来たんじゃないか。そうですよね、あの皆さん、あの回転寿司のネタ何か言ってくださいさっきの配信かと思ったらラーメン配信だったっていう。ラーメン配信ではないですよ。そうですね、はい、あの一応ね、ちゃんと CR さっき打ってますからね。そうですね。はい、ラーメン太郎バターやな、ラーメンばか食べると病気するねって言われてますけどね、まあ、カロリー高いんでね、ベタやけどカムクラはうまいよなって、飯テロって言われてますけどね、社長、横綱って名古屋近辺にもあるやつって言われてます。そうです、そうです。あ、なるほど、その横綱ということでね、当たりはまだかのって言われてますけどね、ちょっと惜しかったですけどね。そうですね、はい、もう一つというところでしたかね。しかし見せ場ないからラーメン話が盛り上がるねって言ってますねなるほど、まあ、ちょっと雑談ね、雑談配信になってますけどね、あっさりって言ったらカムクラやな、奈良のマリオやな、店の前に黒ウーロンの自販機置いてるところやろって言ってますけど、そんなとこあるんですね。シャープなの、シャークなの、どっちなのよって言われてますね。あの一応シャープさんということでね。シャープで、はい、シャープで、シャープでお願いします。はい、はい、赤色ってどんな色って言われてますけどね。あ、空気って言われてますけどね。店長はプライベートで打つときはどこのパチ屋行くのって言われてますけどね。僕ですか。はい。まあでもいろんなとこ行きますけどね。あ、なるほど。ここって。決めてませんけどね。あ、まあ、いろんなところに、そうですね、はい、気になったところに行くって感じでね。はい、和光、これはマックス、いや今日はねライトミドルなんですけどね、ちょっとまだあの当たりの方がお見せできてないですけどね。ごめんなさい、ちょっとカメラずれちゃいます。あ、そうですね、あ、大丈夫です。オッケー、オッケー、大丈夫です。はい、通常でフィニッシュですって言われる、ライトだよって。さっきの赤は色目検査だったら白って答えるって言われてますけどいや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 、まあとりあえず赤ですけどね。ラーメンといえば福岡のあれやろって言われるんです。あれって何ですかね、ちょっとわからないですけどね。マイマイで独身ってことで、私はスポンサーです、すいません。フルスペック打つのはやめておくか、腹減るから飯の話題やめてって言われてますけどねまあこの時間にね、ちょっとご飯の話、この時間にラーメンはきついですね。そうですね、ちょっとあの飯してろって言われますね。打てばいいやって言われますけどね。和歌山ってラーメン美味しいんですかって言われてますけど、和歌山どうなんですかね。和歌山ラーメン結構あの好き好きあると思うんですけどね。今ちなみにお二人回転数どれくらいですかって言われてますけども、結構回したんじゃないですか。そうですね、何回ぐらいかちょっと分かんない感じですかね。まあ、でもあの1回ちょっと当たりが、ね、入ってたんで、はい、今ちょっとシャープさんの方が、59回ですね。なんかシャープさんもいつの間にかこれ多分当たってるんですね何かが。そうなんですよ、小当たりか潜伏かって、小当たりかあの通常か潜伏かってことなんですかね。あ、でまあ、あの最後店長の方が、はい、16回ですかね。僕もさっき一応です、小当たりみたいなの来ましたからね。あ、そうですよね、はい、そうそうそう、一応です、ね、シャンカーの方が、ね、当たってましたね。あと、はい、最後店長の方があの潜伏か通常かってことですかね、はい、ネットで、振り分け比率が出てますね。あ、なるほど。潜伏各編電サポなしが 14%。 あ、はい、なるほど。4ラウンド各編電サポ20回が 8%、 はい、4ラウンド各編電サポ次回までが 36%、 これ一番熱いんですね、はい、あ、なるほど、熱いんですね。8ラウンド各編電サポ次回まで 2%、 はい、10ラウンド各編、あ、16ラウンド各編電サポ次回まで 17%。 なるほど。突然通常電サポなし 13%、 結構大きいですね。あ、なるほど。あと4ラウンド通常電サポ20回が 10%。 あ、なるほど。だから多分突然通常当たったってことですか、小当たり。あ、どっちかですよね。そうですね、サイコ店長の方はもしかしたら潜ってるかもしれないし、はい、
まあ、通常の可能性もあるということで、ね、潜伏確変 14% の可能性もあると、はい、あれまた誰かね、当たりましたよ、当たりましたね、その間にそれであいつなんか当たりましたよ、お、何の演出から当たったんですかそれはあれですね、何の演出、あの、確変が通常かということでね、あー、なるほど、はい、さっきと同じで、あの、サキが出てきて、あの、はい、サキが出てくれば一応確変ということで、はいはい、キヌちゃん、コロモちゃんでしたっけ、コロモちゃんが出てきたら、まあ、復活ゾーンへということでね、はい、突然通常とか詐欺じゃないですか、でですね、どうなんですかね、あ、まあ、さっきが来れば、あ、そっちの方に行っちゃいますかね、お、これはコロモちゃん、コロモちゃんが出現してるってことでいいんですかね、そうですね、これは復活ゾーンの方に来るんですかね、復活ゾーン行きましたね、これ時短ですか、また時短ですね、時短ですか ね、 時 短、 ですね、時短か、もしくは確変って書いてますけど、多分、まあ、まだわからない、まあ、最終変動で EP 役物が完成すれば、はい、マージャン戦闘モードというかね、確変に行くということで、まあ、20回ちょっと様子見てってことなんですかね、20回目にじゃ あ、 あの次回までか終了するかがわかるってことですね、なるほど、結構そういう突然通常というか、そういういきなり当たるのは多いんですけどね、どうなんですかね、今回転数、そうですね、今あのまたシャークさん当たられましたんでね、はい、タコスまだって言ってますけどね、タコスって何ですかね、みちゃんの先すれから飛んできました、ありがとうございますって言われてますけどね、ありがとうございます、はい、アリア打とうよって言われてますけどね、アリアの、ね、お声もいただいてますね、あんまりでもまだ先がそんなに大して見せれてないんで、そうです ね、 でね、確かにこの台の悪いところだけ配信しちゃってる気がしますって言われてますけどね、まあ、確かにね、7点も意味なかったって言われてますけどね、リオの方が良い台に見える罠って言われてますけどね、まあ、リオは前回当たりましたからね、なるほどね、はい、さっきの核変時の、幻想の覚醒の演出でホールで爆笑しかけたわ、あ、そうなんだ、甘え頃も、7点は軽いぞ、距離位置して8点すらせずに終わった、あ、7でも別に熱くはないんですかね、なんかマリの声が聞こえる、マジか、通常だな、潜伏あるのかって言われてますけどね、百花繚乱に入れば潜伏、あ、なるほど、これそのサイコ店長の台のことですかね、そうですね、マイマイ何歳ということで、嵐の松潤ググってください、お願いします、今のは7点で外れて月下が落ちてきて当たった、あ、最初の方ですかね、まあ、7点だったってことなんですかね、特殊図柄だから通常はありますよ、4ラウンド通常とかって言われてますけどね、前々今度パチについて語りながら飲もうか、ここ、ね、ありがとうございます、はい、つまりは7歳じゃないですか、あ、どうですかね、ダメですね、ダメですか、です、あ、残念ですね、通常だったのですかね、3、4は7点厚くないイメージだけどどうなのってことで、まあ、確かにね、聖夜でも7点杯で熱いっていうのはあんまりないような気はするんですけどね、これ潜伏ね、池田って言われてますけどね、金も空気だし無理ゲーって言われてますけどね、潜伏もしくは通常、いや画面切り替わったからなし、そうですね、どうなんですかね、野崎は夢野菜があるよって言われてますけどね、あれ野崎あるんですか、あるみたいですね、なるほど、3、4知らんかったんですか知らんかったやのに、そうですねまあね、あるんだったらね、最後でしょ、いけるかもしれないですね、はい、三洋のこの開発チームは他のメーカーの台打って勉強した方がいいと言ってますけどね、かなりマジな、それは三洋さんに言ってください、お願いします金信用できねえわらと言ってますけどね、福ちゃんラーメンしか知らんってこと、あ、福ちゃんラーメンね、私も行きましたけどね、三洋の激アツはてんてんてんって言われてますけどね、あれ約1時間で見せ場がと言われてますけどね、見せ場ないですね、ないです、ゼロ全然、確かにね、最後デジョの台ね、魚群から来たんですけどね、残念ながら外れちゃいましたけど、はい、じゃあ疑似さんの金文字で外したけど、あ、そうですね、最後デジョの台も疑似金文字のタイトル外してましたけどね、そうですね、あれが魚群か、くしょいところに柄いるかなって言われてましたね確かにあの、なんていうか、灰のところの魚群柄ちょっと分かりにくかったですね、分かりにくかったですね、はい、あ、まだ普通にガセあるよって言われてますけどね、37SP8 点は激アツだよって言われてますけどね、さっきは37点杯ではなかったですもんね、確か、ライトミドルだし当たるっしょって言いますけど、残念ながら外れました、あ、でも2回しか実際当たってないですもんね、そうですね、そうですね、はい、
まあ、あの出玉ありのねちょっと大量出玉見たいですけどね。どうですかね。今液晶のセリフでタコを救うかって出てきましたね。あ、そういうことか。タコのセリフ、タコ救うかって。ムアエル、ミセール、前の聖夜パッチは作り込みは良かったけどって言われてますけどね。確かにね、魚群から気持ち悪いって言われてますけどね。はい、サインをだから外すなーって言われてますけどね。あ、確かに EP 役物がちょっと弱かったかなってお声が結構ありますね。はい、ゴミメーカー絶対歌うわーって言われてますけど、そんなことないですね。平和でこの台出してほしかったなーって言われてるんですけどね。やっぱり萌え台のリオがあるからですかね。はい、マイマイのせいやで、いや私のせいじゃない外れたのですか。そう、私のせいじゃないです。私結構引き強いって言われてるんですけど、いや違いますよ、絶対打たない。これがクリエイトワンダー3用と言ってますけどね。どうなんですかね。ちょマジ打つ気なくなった。回復って言え、あ、回復もなかったですね。はい、何言ったろう、魚群柄弱いって。そうですね、魚群柄もちょっと弱かったですね。メーカーのせいで大台なしは疑っちゃうけどね。どうなんですかね。イメージ下げやがったよって言われてますけどね。赤特訓、なぜかよく当たるロングリーチ、ヤコモノ完成してない時点でって言われてますけど、やっぱりヤコモノがね全部完成しないとちょっと熱くないんですかね。そうですね。あ、戦国嵐でも魚群でも、ハズレは余裕だけどな、山陽はひどいぜって言われてますけどね。どうなんですかね。高尾は激アツは小当たりという鬼畜仕様だからまだまだだなって言われてますけどね。あ、まあ、レインボーでもね外れるってさっきおっしゃってましたけどね。歌うやつは歌うんで、ワイはサキさんが好きやからどんな敵でも1回は打つわ。そうですね、さっき好きな方もね、そうじゃない方もぜひ打ってください。せいやもせっせいやしないと当たんないけど、これもイーピン完成待ちですよねっておっしゃってますね。5万あれば当たりますよねって言われてますけど、どうですかね。5万いるんですか、ライトメーカー。壁高。そうですね、あの回収するのはちょっと大変かもしれないですけど ね、それだったらマックス打ちますよ。そうですね、ね、一撃でね出るかもしれないんでね、マックスの方もねやってもらえたらと思いますけどね。山陽は海だけ出せばいいよって言われてますけどね。いや私個人的にセイントセイヤ好きなんでね、頑張って出してほしいですけどね。キコーナの計算高き山陽へのネガキャンが始まったかって言われてますけど、いやそんなことないですよ。はい、全てのリーチ中ボタン長押しで上の役物の色変化で期待展示、期待どう示唆すると言われてますけど、はい、あーリーチ中にボタン長押ししたら上の役物の色が変化するらしいんですね、はい、これですね。はいはい、それでまあ期待度が分かるってことなんですかね。まだ1回偶然外れただけと思いたいですって言われてますけどね。すごいポジティブシンキング。そうですね、まあ、たまたま外れたんかもしれないですけどね。まだどっちもポイント入ってないのということで、一応大当たり回数は2対1になるんですかね。まあ僕のやつは本当の小当たりなんで、あ、ゼロということ、ゼロですね。じゃあまあ、シャープさんの方は2回ということで、はい、の、はい、そうですね、通常ですが2回ということでね。はい、なるほど。まあ確かにね、ちょっとこういいところがねなかなかお見せできてないですけど、そうですね、どうですかね。まあできれば16ラウンドの 77% 継続とか見せたいですよね。そうですよね、そこがね多分売りだと思うんでね、ぜひ ね見たいですね。まだ当たったって言ってもアマデジ級の出玉しか出てないですね。まだその2回も、そうですね、4ラウンド2回ですからね。ちょろっと入ったぐらいな感じですね。そのわざわざ企画に合わせていただかなくても大丈夫ですよ。ありがとうございます。一応ねシャープさんの方が 2ポイントということでね、最高点数は0ポイントです。百花繚乱ねキスしようと、あ、これはねあの平和さんの方の百花繚乱ですね。はい、5万じゃ2時間持たんから1回当たるかどうかって言ってますけど、ライトビールじゃどうですかね。まあ当たる可能性もありますけどね、どうですかね。マックスとか絶対打ちたくないわって言われてますけどね。ライトミドルでこれやったらね、ちょっと怖いですか ね、当たり引いたから一応ポイントあるんじゃない。そうですね、今 2ポイントと0ポイントということでね。はい、すいません。定期的に大のネガキャンやってるけど何か言われないですか。いやいや、そんなことないですよね。ネガキャンって言われてますけどね。いや一応ねお二人ともあの当たりを当てようっていうのはあの必死なんですけどね。はい、それサムライガールズや、確かにポイントないなみたいな感じで書かれてますけどね。キス成功で継続何回は当たりじゃないのね。シャーブさんになってますよね。シャーブさんは4ラウンドのポイントを入れてあげて。シャーブさんって言われてますね。あ、俺炙りサーモン好きって言われてますけどね。あ、寿司ネタ、はい、寿司ネタ来ましたね。はま寿司最高って言われてますね。はま寿司どこですかね。
はい、5万じゃ足りないか終日打ちたいと言われてますけどね。あ、さっき終日打ちたいんですかね。キスしろとかあるのかよと言われてますけどね。この台の展開、雪物語や戦国嵐を思い出すと言われてますね。5月は女だらけが一番マシかもしれんな、筋肉先微妙そうと言われてますけど、筋肉マンね、一応信頼入ってますけど、可能の方はどうですかね。いやもう、だいぶお客様打っていただいてますよ。ですよね。元気ですよ、はい。多分、金曜日と木曜日の配信で筋肉マンやったんですけども、あ、そうですか。やっぱりすごい視聴数で、あ、森口が、そうですね、森口は一番最初に筋肉マンやったんですけども、はい、来場が確かね、千何歩来たんかな、1800ぐらい来てて、1800ですか、はい、でコメントが2400ぐらい来てて、ね、すごいな、すごい、そう、結構盛り上がったんですけどね。当たったんですか。トーマス池田さんは当てたんですけども、はいはい、辻元店長が空気みたいな感じで、なるほど、はい、店長何やってんだよってすごいディスられてましたけどねまあでもその後の罰ゲームでね、パロスペシャルをかけたんですよ。え、何スペシャル、筋肉マンの技でね、はい、誰の技やったっけな、あれ、ウォーズマンの技で、はい、パロスペシャルってあるんですけど、はい、それをトーマス池田さんと店長が掛け合うっていう罰ゲームで最後終わりました、はい、なるほど、はい、楽しそうでしたけどね信頼度なんか最初からない。おシャープさん、赤扉、赤扉来ましたよ、赤文字、はい、これ疑似2ですかね、今、あ、疑似2ですね、はい、赤文字ですかね。あ、これは何ですかね。カットイン、イラストとかがなんか出るとちょっと熱いみたいなのが一応小冊子には書いてあるんですけど。空気や、空気です。ああ、やなかったです。全然熱くないんですかね、これね。赤じゃなーって言われてますね。関係がないの。空気ですね、本当に。まあ、さっきの多分サイコ店長が出した次回予告みたいな感じの方が熱いかもしれないですね。そうですね、なるほど、はい、左はモード抜けたら4通確定。店員はみんなプライベートでも打ちに行くんですかって言われてるんですけども、はい、店員さん同士とかでプライベートで行ったりとかされるんですか。まあそうですね、たまに行ったりはしますね。あ、なるほど、はい、まあ、そういうこともあるということでね、はい、確か大東のムック店長が、はい、店員さんと打ちに行ってるのを、はい、視聴者の方に見られて、見られたんです。それをコメントに書かれてました。ああ、そうなんですね。はい、なんかモンハンのパチンコでめちゃめちゃ出してたなみたいな言われてました。出してたんですか。出してたらいいですね。なんかごちそうさまですって言われてましたけどね。どうなんですかね。こう見ると CR 哲也は最高だったなって言われてますけどね。同じ麻雀のやつですね。そうですね。大工さんの哲也ですかね。はい、雑談配信は熱い森口イズムと言われてますけどね。この台赤はハイワロやな、鉄やせやなと言われてますけどね。これの赤色はガラの赤ぐらいに思っときと言われてますけど、ガラの赤って熱くないんですか。どうなんですかね。あ、ちょっと当たった。おー、当たってるやん。疑似2ですよね。あれ、疑似2だ、金文字やった、疑似2の金文字だった。空気っぷりがひれーと言われてましたね。今日はライトを打って赤ホイールですね。全然熱そうじゃなかったっすけどね。え、さらっと金文字、黄色か金かわからんな、なんで金文字でしたね、一応黄色や思ってましたね。うわ、ビタで当たっとるやん、なりますよ。よくわからん台だ、はぁって言われてますね。一応金文字は熱いんですかね。そうですね、一応金文字、魚群の次っていうか熱いらしいんですけど。なるほど、僕の時は外れたんですけどね。そうですね、ぐっちゃぐちゃやで、はぁって言われてますけどね。わけがわからないよ、演出崩壊してるなって言いますね。当たる時もなんか空気みたいな感じが当たりましたね。作編画で金文字で外れたら空気、黄色やなって言われますよね。金文字の反応薄くて笑ったら金外すのかよって言いますよね。さっきの最後ですよね、金文字外れてましたけどね。外しましたね。魚群より金の方が熱いのかって言われますけどね。泡ノーマルで当たったようなもんやからな、震え声って言われてますけどね。まあ連チャンしてねーって言われてますね。今回はこれ4ラウンドですかね。そうなんですよ ね、 4ラウンド、ね、これは過去編ですか。一応多分図柄揃いなので過去、ね、編だと思います ね、 ね、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。あ、とりあえず当たりを見せれたので、ね、よかったですけどね。そうですね、麻雀激闘モード入ってますね。そうですね、過去編、ね、ぜひね、はい、77% あるんでね。画面一つにしたらって言われてるんですけどね。打ってくださいよ、せめて。まあ、あれやったらね、アリア打ってもらっても大丈夫ですよね。そうですね、大丈夫ですか。はい、一応こっち、ね、用意は ね、 ね、当たってますんで、はい、もう一個、ちょっと違う台行きますか。あ、す、ね、じゃあアリア行きますか。そうですね、まだ逆にもう行きたいですね。移動したいですね。
これ本当に当たりなのって言われてますけどね。ちょっとカメラ動かしますね。そうですね、シャープさんがね見事各辺大当たりということで、あ、アリア打ってって言われてますね。はい、アリア行きます、はい、じゃあそれか焼き鳥さんがアリア打てばいいんじゃないって言われてますけ、ね、どうですかね。これは店長に打っていただきましょうよ。そうですね、いや山陽さんのエースバランスは最高ですねって言われてますけどね。アリア来た、アリアの方が爆発そうって言われてますけどね。アリア配信の方が見たいわーと言います。よしよし、そうですね、アリアね、店長今移動しますのでね、お待ちください。ちょっとそれまでシャープさんの方ね、ワン画面にさせてもらいますね。はい、終わったって言われます。終わりそうって言われますけどね。終わりそうですね、これ。え、マジですか。アリアやるんかい。焼き鳥さんは海打っといてと言われてます。海負けそうやん。終わりに、終わりに5ペソって言われてますね。お、これは続けばチャンス、チャンスじゃないですか。チャンスですね。来ましたよ。え、チャンサーって書いてます。チャンスって書いてますね。なるほど。あ、来た来たって言われてますけどね。あ、そうそう、格中は対戦相手で信頼度変わるよということでね。どうなんですかね。お、緑赤まで行きましたよ。あ、これはいいでしょ。おお、金。わかりました。やりました。負けろって言われてますけどね。まあ見事大当たりで、当たりや電波って言われてますね。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、簡単なお仕事でしたねって言われてますけどね。やっとやんって言われてますね。4回目ですか。そうですね、えのきさんばりに目からビーム打ってるって言われてますけどね。モンキーターンのえのきさんのことですかね。3倍マン、はい、見せ場来たか、よかったねって言われてますね。おめでとうございます。失明フラッシュ、さっきの期待度なのか危険度なのかどっちだって言われてますね。アリアの音がどうやってますけどね。アリア、大きいですか音。そうですかね、よっしゃ。あ、アリアね、音どうですかね、聞こえてます。じゃあ2台、2枠に戻しますね。はい、はい、ちょうど今アリアも落としましたね、はい、アリアカメラがもうちょっと左ですかね、左、はい、はい、こんな感じ。あ、逆ですね、もうちょっと、はい、そっち、あ、はい、ちょっと行き過ぎました。もうちょっとだけ右行ってください。はい、いいですね、それぐらいで、はい、お願いします。アリアになった、はい、リコタソーと言われてますね。あ、アリア人気ありますね、リッコリコにしてくれ、行き過ぎて。あ、本当ですか。はい、アリア、これ、アリア燃えてライトミドルのやつですね。そうですね、どちらもライトミドル対決ということでね、今日はね、いきなり店長にアリア打ってもらいます。あ、風穴、風穴、もう右だけでいいよって言ってますね。おお、また当たりですか。あ、これ昇格ですか、今の。16ラウンド。16ラウンド、はい、おめでとうございます。アリアは神代ですよ。アリアなんてもうガラガラなの見たいかって言ってますけど、アリア嬉しいという人もいますけどね。ちなみに、ちょっと待ってくださいね。さっきの、はい、電柱の16ラウンドの振り分け 40% だそうですね。あ、なるほど。はい。16ラウンドは2000発ぐらいあるんですかね。値段がどれぐらいなんですかね。一応1850ですか。あ、1800、なるほど、ぐらいじゃないかという資料をちょっと。あ、なるほど。あ、調査紙には1850って書いてある。1800、なるほど、はい、ミネリコはミネフジコの娘なんかって書かれてますけどね。全然ちょっと違いますけどね。どうですかね。まあね、アリアの方もお、なんかいきなり熱そうじゃないですか。そうでもない。あ、さっきもいいけど、どうですかね。あ、リーチちょっと弱いですかね。そうですね、あ、弱い。もう一回疑似連欲しいですね、はい、これでもアリアの疑似連、ガセ結構多いですよね。あ、そうなんだ。はい、なんか赤でも全然いかない時ありますけどね。最近ちょっとアリアよく打つんで、私もちょっとアリア見れるの楽しみですけどね。はい、でもハイワロー、これの赤はコックの黄色いオーライかと思えばいいと思いますけどね。どうですかね。ワカネメゴミワロかって思いますけどね。当たったそうですね。今、シャープさん当たりましたからね。ぜひ過去編の継続率ね、見たいですね。なるほどね。店長、アリアは打たれたことあるんですか。ありますよ。はい、ライトミドルの方ですか。そうです。なるほど、相性はどうですか。いやー、まだ1回しか打ったことないんですけど。あ、そうなんですか。その1回ね、勝てたんで。あ、なるほど、はい、まあちょっと相性はいい方かもしれないですね。そうですね。
まあ、アリアもね結構一撃でやられますからね、はい、アリアは赤保留はちゃんと仕事すると言われてますね。あ、本当ですか、よかったですね。はい、まあ、赤空気っていうね、こっちのさっきみたいに空気じゃないんです。そうですね、はい、まあ、一応藤昌司さんねデンジャーっていう柄もありますけど、まあ、その下が一応赤ですね、はい、なるほど。アリアは振り分け ST のくせに入賞順昇華なのかな。あ、そうなんですね、なるほど。サキちゃん頑張れと言われてますけどね。77パートは一体と思いますけど、まあ、今からねあのシャープさんがちょっとバツンとやってくれるんでね、皆さん見ていてくださいね。当たり早すぎる。マイマイ結婚してくれ、ありがとうございます。23パー引くのうまいなと言ってますけどね、見事確変大当たりということでね、おめでとうございます。リオの方が両大に見える。せいやで鍛えられてない人はきついんだろうな、全然普通に見えるわということでね。サンヨンさんね、ちょっとまあどうなんですかね、旅行から出たらちょっと嬉しいですけどね。皆さん母の日に何かしましたかっていうことでコメントいただいてますけども、そうです、今日ですもんね。そうですね、今日っていうかもう昨日になるんですかね。お、レンドです、はい、何かされました青川さんに。いや、まだちょっとあの実家の方帰ってないんで。なるほど、まあ、はい、実家に帰った時にね何かするかもということでね、はい、はい、まあ、皆さんもね何かされたんですかね。この放送先を、先を絶対打たないと思わせるという意味では成功と言えそうと言われてますけどね。今ねちょうどシャープさんは確変中なのでね、ぜひ先の面白さをね伝えてもらえると思いますけどね。魚群とイーピン役もの出ても気持ち 50% くらいしか当たらないのでねと言われますけど、そうなんですね。山陽は冒険島が最高やったな、かなり古いけどと言われてますけどね。冒険島って私ちょっとわからないですね。マイマイ既婚者とか今年初試練では申し訳ないです、すいません。マイマイさんお母さんなんですか、ちなみに。どういうことですか。お子さんいるんですか。あ、子供はいないですよ。あ、そうなんですか。はい、まだ子供はいないので。サイコさんはご結婚されてるんですか。いや、僕は独身ですね。独身で、はい、なんかちなみに彼女はみたいなコメントもちょっとあったと思うんですけど、はい、どうですか。彼女はいてます。あ、いてます、はい、ラブラブということでね、絶賛。はい、シャープさんはどうですか。あ、独身です。あ、独身で、はい、彼女の方はちなみに。いや、募集中です。あ、募集中、募集中、ぜひね、シャープさんに立候補したい方はね、野崎に声かけにね来ていただきたいと思いますけどね。ありがとうございます。はい、高尾のダブルライディン超楽しみですと言われますけど、あ、ライディン出るんですかね、高尾さん。まあ、いつかちょっとわからないって感じですかね。今月じゃないですかね。あ、5月。あ、ライダブルライディン。ダブルライディン、はい。あ、なるほど。まあね、また、あれ、今月でしたっけ、来月でしたっけ。来月、ね、あ、来月。あ、ごめんなさい。はい、まあ、6月結構暑い台が多いっていうふうにね、噂で聞いてるのでね、ぜひまた市場の当て店とね、野崎店遊びに来ていただけたらと思いますけどね。はい、マックス打ちたいけど、近場はライトしかないわ。あ、そうなんですね。なるほど。2人とも原作はいなさすぎるから当たんないでしょ、今度から宇都宮の原作読み込めようと言われてますけどね。そうですね、まあ、ちょっと時間があればね、いいんですけどね。あ、今日も来場者数もうすぐ1000人やでってことで、今もう1000人超えてますよ。ありがとうございます。ぜひね、最後まで見ていていただきたいと思いますね、はい、森口はいつもすごいね、これ原作ブッチしてるから原作は意味ないぞと言われてますけど、あ、原作あんま関係ないのかな。森口のコメントフィーバーは半分ウェスカー効果と言われてますけどね。なるほど。この間の木曜日ウェスカーさんが、ね、登場されてね、結構。あ、そうなんですか。そうなんですよ、コメント欄が賑わってましたけどね。はい、肉はガロや覇者にあって客が慣れるんじゃないかと言われてますけどね。お、まあ、お、どうですかね。あ、お。ちょっとボタンも小さかったですかね。さあ、復活、回復ないですかね。あれ、あ、まあ、でも負けてもあれなんですね、別に大丈夫な感じなんですかね。大丈夫ですね。嘘だろうって言って、やっぱアリアやなって言ってますね。どうなんですかね。でもコメントの7割くらい雑談やったぞ。そうですね、森口配信雑談多かったですね。今日16引かなかったらマイマイの3サイズ暴露なってことで、さっきね、シャープさんがね16ラウンド引いてくれたので、これは回避ということでね、はい、ありがとうございます。赤とか他の台の緑だろうと言われてますけどね。暑いわ空気と言われてますけどね、綺麗なって言われてますけどね。
なんかここはキコーナーって名前の割にまともですね。たまに規制上げながら走り出す人とかいないんですか。あ、なるほど。他の他のですね、鶴見とか、あ、そうですね、東京とかみたいに。そうですね、あの水曜日は本当に自由すぎる配信なので、自由ですね。なんかこの間もあの大入れ替えで忙しいんで、あの、のび太くんだけが出ますって言ってたのに、結局ドラえもんさんとかね、もういっぱい出てきてね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、3カメラいつも用意してるんですけど、2カメしか用意してなくて、はい、ドラえもんさんの動きがこう読み取れないっていう、大変な騒動になりましたけどね。はい、まあ、自由すぎる配信もね、ぜひご覧くださいということでね。はい、赤扉がせーとか言われますけどね。この配信でコーナーの株は上がったわーって言ってますけどね。あ、どうなんですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、魚群でチャンスというか熱いだからな、激アツは分からんがーって言ってますけどね。赤でおっと思う人は三四の台打ったらあかん。おっ、おっ、おっ、熱いじゃないですか。来ましたよ。あ、でも緑にはどうですかね。保留も緑やったんですよ。あ、なるほど、緑来た、はい、ちょっと微妙ですね。あ、でもアリア、でも緑でも当たる時ありますよね。ほうほう、結構ヒスったって言われてますけど、ヒスも結構ガセ多いですしね。あ、でも全然寒いよ。ロゴが落ちればな。でもロゴはちょっと落ちなかったですね。はい、あ、レキイコールハムで、ノールマーレは、あ、赤文字、赤文字です。もしかしたら、武藤チャンスちゃうは何やったっけな、武帝チャンス、なんか通常の当たりかなんかの当たりは引けるかもしれないですけどね。アリア行けと言われてますけどね。お、重役もの、これは普通なんですか。シャープ前世、あ、そうですね、チャンスアップですかね。おお、まあ、でもアリアが一番まだ、ま、熱いのかな。さっき結構長いですね、ナンバーが、あの、リーチがかかるまでが長いような気がしますね。さあ、ここから発見っていうかね、あ、赤ですね、これ、武帝ミッションいけるんじゃないですか。お、さあ、ここが勝負どころですね。ほうほう、武帝ボーナスやったかな、あれに入ると通常価格変化どちらかということでね、はい、あ、2分、あ、ちょうど 50% というか2分ですね。あ、通常ボタン、おお、当たりましたね。え、ヒステリック、これで当たり。そうなんですよ、一応これで当たりなんですけども、はい、格変か通常かちょっとわからないということで ね、ラウンド中でわかりますけどね、はい、そう、武帝ミッションボーナス、武帝ミッションボーナス、おめでとうございます。おー、おめでとうございます。ありがとうございます。これは大移動成功ですね。大移動成功ですね。見事に、はい、皆さんの期待に応えましたね。このラウンド中に一応ミッションができれば、はい、ST ということでね、はい、ミッション達成できなければ時短に入るんですけども、アリアの方は確か時短が100回ついてるので、はい、引き戻しも可能かと、ね、はい、思うんですけどね。風穴が落ちますよ、やっぱアリアだなと言われてますけどね。どうした、さっきちょっとと言われますけどくっそはと言われてますけどね。もう80回ハマってますね。分かんないですね。うわ、さっきクソやな。うわ、さっきじゃですね。なるほど、ひでえ、風穴、さっきひどすぎ、はえーと言われてますけどね。あ、2つ半はちょっと弱いですかね、アリア。あ、そうですね、これ4つでも私外しましたからね。あ、そうなんですか。5つの時は当たったんですけどね、もちろん、はい、うわ、無理だな、さっきは何をやってるの、青を明かしかなかったら期待する方が悪いって言われてますので、爆笑やろ、ちなみにさっきの確変中の確率は29分の4だそうです。あ、29分の1だそうです。ごめんなさい。 おめでとうございます。おお、確変ですか。2つ半で、わー、すごい、やりました。おー、おめでとうございます。ありましたよ。あ、うめえな、うめえ、モロタードですね。 ST アニメ来い、おめでとうございます。やっぱ、やっぱアリアやなと言われてますね。そうですね、はい、やっぱすごいね、さっきよりアリアですね。まあ、今日はね、一応信頼持ってるところで、ね、さっきのキャンペーンですからね。アリアだな、7ラウンド OK、 さっきちゃんとやれよ、さっきってなんなん、アリアいいね、うおー、やっぱ神代だわと言ってますね。これが風穴の力よと言ってますね。もうアリア2台でやろうよと言ってますけどね。もうさっきの配信なんかなかったんや、言ってしまったかと言ってますけどね。まあ、確かにね、アリア結構疾走感もありますからね。アリアだけ打ちそうって言われますけどね。はい、すいません、まあ、アリアも見事当たりということでね、はい、おめでとうございます。い
やまあでも一応どっちの台もね当たりしてたのでね良かったのではないかと思いますけどね。そうですね、先にもうちょっとこういいとこ見せてもらいたいですけどね。そうですね、はい、29分の1よりも199分の1って言われてますね。すごいですね。さっきって何ですかって言われてますけどね、さっきを勉強しに来てますよって言われてますけど、アリアの方が爆発しそう、アリア来たって言われてますけどね、アリアも見事大当たりということでね、はい、これ今実際4対2ぐらいですか。そうですね、野崎さんのね、あのサンさんの方が一応2回当たりと、あと確変中2回なんで4ポイント、はい、で縄手のサイコ店長の方は一応勝ち当たりということでね、1ポイントということで4対1で一応シャープさんの方が勝ちになってますけどね。さあまあアリアね、結構あの爆発するときはすごいんでね、もしかしたら追いつけるかもしれないですね、はい。あ、焼き鳥さん、これポイントね、入れるときどうしたらいいですか。あ、下のタイトルで、はい、右クリック、ADD タイトルでいいんですか。そうです。あ、そうだね、はい、あ、違う違う違う、あ、違うことです。あとこうクリックするとこう光るじゃん。で右クリック設定する。はい、でポイント入れたり、はい、はい、ありがとうございます。4ポイントですね。ちょっと最高店長が100回転ですよ。逆じゃない、こっちです。シャープさんが読んじゃう。あ、左、はい、シャープさんが1なの ?4 じゃないの。あ、4で、あ、こっちが4で、うん、おで、4、4にして、はい、あ、OK、はい、で、こっち、こっちが1、2、ね、うん、はい、ありがとうございます。あれ音切れた。あ、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 音大丈夫ですよ。あ、でもない、はい、大丈夫です。あ、あ、はい、はい、すいませんでした。はい、すいません。今ね、ポイントを変えてますのでお待ちください。はい、これアリアの方は ST になるんですね。そうですね、残り75回転ですね。75回転、アリア確か ST 中の確率89分の1かなんかですよね。あ、なるほど、確か、はい、まああのアマネジぐらいだと ね、 ね、はい、あの当たるかなっていう感じなんですけどね。アリアは右下被るので位置を変えてくださいということで、ちょっと待ってください。ほう、ああ、その枠のことですよね、多分枠のことですね、はい、これどこを見たっけ、右下が被る、じゃあちょっとカメラの位置を若干変えて。あ、そうですね、少し引きますか。これどうでしょう。キャップマジ強いと言われてます。あ、バトル終わっちゃいましたね。負けました、バトル負けた、え、負け、あー、来たんですね、これ復活ゾーン、復活ゾーン入りましたね。この辺りはポイント入れるんですか。なるほど、いや、突然通常 23% になるんで、はい、いや、入れないっていいんじゃないですかね。どうなんですか、バトル、バトルものですよね、これ。そうですね、そうですね、でも出玉があるあたりだけでいいですかね、はい、はい。あ、ちょっと待ってね、もうちょい左かな。こんなもんでどうでしょうか。アリア、アリアどうですかね。アリアどうですかね、見やすいですか、見にくいですかね。また教えていただけたらと思いますけどね。いや、アリアすごい 音がいいですね、なんか歌がガンガン流れてる感じで。ほうほうほう、オッケーオッケー。あ、アリアも終わりそうって言われてますけど、終わりの、アリア残り40回転です。わー、ほうほう、でもリーチかかればね、なんとかなるかも、はい、お、リーチかかりましたよ。あ、 C に落ちましたね、これ。なんか A でかかれば結構熱いんですけどね。おー、ああ、ダメですね。 S まで行けば大当たりなんですけどね。なるほど、はい、そうですね、アリアね、アリアもちょっと爆発したとこ見たいですけどね、はい、バカキンジまで限界である。そうですね、キスまで行けばね、熱いですけどね。じゃあアリアはこれカメラアングル左からの方がいいんですね、この右下の。あ、そうか、焼くものがね、ありますしね、あれが見える、はい、ですね。そうですね、ラスト、さっきどうですかね。あー、終わっちゃった。ザーカー、わー、さっき終わったねーと言うんですけどね
ちょっとねあらら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 、この時間に終了ですか。わあ、そうですね、どうしてね。アリアって神だったなと言ってますけどね、さっきもいいけどアリアも捨てがたいし、ピッカーンソーダ両方使用。おリーチ来ましたね。リーチはあの男の人が出たらちょっとあやばいですね、これね。シャーロック強いんですよね。シャーロック、おー星2 つ, 星2つ。これこの時にボタンを押せば、はい、何でしたっけ、色が変わるんですよ。あ、そうですか。あでもこれ赤いやつも落ちたんでチャンスアップですね、はい、でも私シャルロットあんまり勝ったことないんですよね。おっとどうですかね。今87回ですからね、これ、はい、これ外したらあと13回いい。そうですね。なるほど、シャーロックちょっときついですよね、はい、やっぱりね。勝ちたいですね。まあ、ここであのボタンがパトランプかアリアボタンなら激アツですね。おう、普通あかん、あーやばい、まだわかんないですけどね。虐待シャルロットおじさんと言われてますけどね。ダメですね、残り27回ですね。あ、残り27回、SD120 回なんで。あ、さっき終わっちゃいましたね。あ、なるほど、アリアの面白さが全くわからんっていう人もいますけどね。アリアは結構 STA もね、時短もついてるし、時短でもね、十分引き戻す可能性あるんでね、私もアリア結構打ちますけどね。はい、どうですかね。まあ、未来ね、萌えパチ対決ということでね、一応今、はい、最後店長が ST 中ですけれども、はい、残り16回、16回ですね。まあちょっとやばいですね。やばいですね。まあね、何があるかね、最後まで諦めちゃダメだよって言われてますけどね、はい、そうですよね、風穴来たって言われてますけどね。まあなんかチャンスアップが出ればいいですけどね、赤文字とかね。何もないですね、今のところ。そうですね、ちょっと失踪してる感じですね、はい、なるほど、さっきの威力はこんなもんじゃないはずって言われてますね。さっき勝てるイメージが湧かない、失踪、さっきは部長のケツだろうよって言われてますけどね。なるほどね。アリアこれ私初めて見たんですけど、あ、そうですね、はい、はい、なんか疾走感あっていいですね、音楽が。そうですよね、結構曲も、ね、いいですね、はい、はい、あ、終わっちゃいますね。あと泣きの4回でしたっけね、はい、があるんですけどね、結構泣きの4回で当たったりするんでね、まだ分かんないですけどね、そして駆け抜けるって言われてますけどね。確かにね、1回しかリーチなかったからちょっと怖いですけどね、疾走感。アリアでまともな出玉出したことないわ。あ、そうなんですね、疾走感ありすぎてする、疾走感半端ないね。確かにね、駆け抜けちゃった感がすごいありますけど。やっぱそっちの疾走感はいらないですね。時短やったんや、震えって言われてますよね。まあやっぱりね、ライトバルのロング ST ってやっぱりちょっとね、まあ当たりにくいイメージもありますけど、まあ普通に120回の間に89分の1引くって考えたら、まあ慌てじ打ってる感覚になっちゃうんでね、わかんないですけど、まだね、あと2回ぐらいあるんでね、ちょっとわかんないですけど、あと2回ですね、はい、はい、はい、なるほど、あーね、さっきも終わってしまったのでね、アリアの頭に角生えてるのが気になる歌ってますけどね。あ、角なんですかね、これ角、あ、髪の毛のことですね。多分ね、角生えてるって感じですけどね。角、アホ毛のことですか。ですね、多分ね、この代結構アホ毛の子多かったと思うんですけどね。あー、スルー、あ、終わっちゃいますね。スルーですね、終わっちゃいますね。そう、最後、ね、ラスト、そう、この時もリーチの煽りの時に A 行けばね、熱いんですけどね、はい、B ですね、今 B ですね、はい、C、 あ、 C、 押し合わせ、あ、ダメですね、残念ですね、はい、あれ本物だよ、水泳大会入ってるなら打ってみせて取れてるんですけど、まだね、稼働の方も、そうなんですよ、はい、ちょっとお見せすることはできないんですけど、そうですね、申し訳ないです、はい、今日は一応アリアとさっきの配信ということでね、はい、お、さっき言ってますけど、金ですか、金ですかね、ちょっとさっきの方は今の金ですかね、あ、本当ですね、さっきいいんじゃないですか。お、あ、アリアの方もちょっと荒ぶってますけどね、どうですかね、金文字か黄色か金もどきと言われてますけどね、聖夜かよと言われてますけど、金は空気、空気に評判なる金文字って、さっき疑似4って言われてますけどね、あ、でもアリア赤チャンスアップですね、文字白かと言われてますけどね、あ、赤ですね、チャンスアップですね、水泳大会を打つことをわしが許可しようと言われてますけど、ね、あなたは誰ですか。平和の人ですか。わからないですね。アリア一応まだ ST ホールだからということで、まあ、当たるかもしれないですね。発展欲しいですけどね。金わらと言われてますけどね。
アリアは電柱の釣りだよ。おこれ、これ熱いんじゃないですかね。あ、赤文字熱いですよ。おいいですよ。はい、いや、最高店長見せますね。アリアだからまだ逆転できますからね。確かにね、電柱保留だと熱いかもしれないですね。はい、ST 抜け電砲が背が多いと言われてますけど、あ、でも赤ですね。はい、枠も赤で、タイトルも赤というかね、赤、ST 保留じゃなく通常電柱保留、何話か、お、デンダーって言われてますよね。電柱は釣りばっか、残り保留、当たりきたって言われてますけどね。どうですかね、デンジャーでも余裕で外す、赤カットインと赤ロゴを切ってくればって言われてますけどね。まあ、チャンスアップがやっぱりちょっといるってことなんですかね。無理、きつかって言われてますけどね。まあ、どうですかね、カットインが重要ですかね、最後のね。これ緑でいいんですか、今のは。今の微妙なんですかね、やっぱり緑ちょっと弱いですね。赤以上欲しいですかね。そうですね。あ、皆さんさっきも見てあげてって言われてますけどね、はい、シャープ頑張れって言われてます。あ、やっぱガセの凄まじさって言われてますけどね。ああ、いつの間にかさっき外れてたって言われてますけどね。なあって言われてます。ジャンヌ強すぎんよって言われてますけどね。ジャンヌ強いですね。いやー、どうですかね、もう今1時40分なんですけどね。はい、虎じゃないデンジャー、あー、そうですね、富士商事はデンジャー柄が一応激アツということでね。サキがリオに変われば見ようかなーって言われてますけどね。お前ら萌え台打ちすぎだろうって言われてますけどね。だいぶサキの評価を下げましたね。そうですね、ちょっと、はい、本当にネガティブキャンペーンみたいになってますけどね。いやいや、そんなことないですよね。サキ飽きちゃったって言われてますけどね。もう一見せば欲しいね。まあ、確かにそうです ね、盛り上がるところちょっとお見せしたいですけどね。アリアはここでロゴ出して落ち着かせるな俺は。しかしコーナーのパチ配信は見せ場の割合低いよねと言われてますけど、森口といい、そうですね、森口さんちょっと引き悪いですもんね、はい、なるほどね、どうですかね。まあ、萌え台ということでね、どちらも、まあ、人気のある台だとは思うんですけどね。そうですね。おお、何ですかあれ。なんか変なの来ましたよ。あれ誰か来ましたけどね。何ですかあの人。あれ誰や。ちょっとカメラで写してみますか。はい、今日ちょっといらっしゃってる方がいますけどね。ゲストですか。誰ですかあれは。誰ですかあれ。どちら様ですかね。どちら様ですかあの方。誰か分かりますか。大仏様がいますけどね。どなたですかね。あれ確か水曜の放送に大仏さん出てらっしゃいます。そうですね。木村さんがねいますけどね、大仏さんだったそうと思います、ね、体型的に木村さんじゃないですか。お釈迦様や天智子かな、シャカラッシュと思いますね。だいぶちょっとなんかうなだれてるというか元気がなさそうですけどね。あれは一人でできるもんさんかなと思います。シャカラッシュでしょ、大仏さん金のになってるやん、釣り物さんと思いますけどね。おおアホやって言ってますけど。あ、そうですか。スペシャル大仏タイム疲れてるなんか遠距離から動かないですね。動かないですね。大仏金予告って言われてますね。金予告ですね。かまってほしいのって言われてますね。どうなんでしょうかね。さっきとうとう映さなくなって何を思ってか、沖縄打ち始めましたよ。こんな大時間に大仏何やってんの。たまないですよ、たま。まさかの松浦さんって、いや松浦さんはねちょっと小腹組なんでちょっとわかんないですけど、そうですね、体型がだいぶ超えてますからね。大仏カットインは激アツ。沖縄ってことで、はい、もう大仏じゃなくてさっき見せろよって言われてますけどね。あ、じゃあさっきにしましょうかね。師匠、はい、でも大仏よりさっきが、いやでもどうなんですかね、さっきの方がいい、大仏がいいって言われてますけど、一人でできるもんでダンサー懐かしい。そうですね、大仏メインでいきますかって言われてますけどね。おい、さっき見せろ。枠名、枠名、さっきなの、さっきまで、さっきボロクソ言ってたねえ、もう変わった途端、さっき見せろって。大仏マスク取っても誰やねんパターンですかと言われてますけどね。さっき大丈夫ですよ、見えてますよ、はい、大仏は私の奴隷になりなさいと言ってますね。誰ですか。アリアのセリフですかね。あ、そうなんですか。いやいや、大仏メインでしょう、大仏見せろ、大仏よりさっきよりシャープさんを映してと言ってますね。ごちゃごちゃになってますね。いやでも今日本当来場者数がね、はい、1400。おで、コメントも1400来てますね。すごいですね。いやすごい。いやこれはね、もう一重にシャープさんとサイコ店長のね人気の賜物ですかね。
いやすごいですね。連日1000超えじゃないですかね、確か来場者数ね。すごいですね。はい、まあ、ありがたいですね。それやのにこんな、何も面白くない配信をしてしまいました。一重に大仏のおかげと言われてますけどね。いや、さっきの、さっきが見たいから CR 社会と言われてますね。アリアだったら毎日見ますよ。あ、そうなんだ。本当ですか。これだけ来てさっきの評判だだ下がりだな。本当ですね。なるほど、深夜なのにと言われてますけどね。シャープ最高と言われてますね。大仏の正体はどなたですかと言ってますけどね。いやもう大仏はもう 気にしなくていいです。そうですね、はい、一応今日はさっきの配信なんでね、はい、皆さんさっき見てくださいね。お願いします。あ、さっきガセひどいなと。山陽から苦情来ないんですかと言われますけどね。今のところ苦情は来てないですけどね。YouTube 見てからどうなるかちょっとわからないですけどね。そうですね。はい、そうですね。あと20分弱ぐらいなんですけどね、はい。さっき見ただけで打つことはない。いやそんなことないですよ。さっきもね打ってください。ステップアップで赤まで行って何もなしってどうなん。山陽だと普通って言われますけどね。あ、でもミュージーさんでも赤でもね何もない時あったような気がしますけど、わかんないですね。どうですかね。大仏は罰ゲーム4位ですか。そうですよ、ね、なるほど、はい。普通、北海道アリア少ないから困る。ああ、アリア好きな人なんですかね。CR 鈴宮春日に行きたいということでね。あ、出るんですかね。今回はメーカーが悪いと言われてますけどね。メーカー悪いですね。メーカー批判しました、はい、僕たちじゃないですね。そうですね。なるほど、はい。まあね、一生懸命ただ打ってるだけですからね。次回キコーナのぞき店は倒せ悪魔の近代物です、お楽しみにと言われてますね。なるほど、ちょっと筋肉マンみたいになってますけどね。前作聖夜から赤から何もなしだった。あ、そうですかね。さっきを打つために貯金をしたんですよと言われて、あ、さっきを打つために。そうなんですね。なるほどね。もう海以外作るなよ山陽と言われてますけどね。いやいや、そんなことないですよ。はい、大仏ならシャカラップが導入されたら打ちたいわということでね。確かシャカラッシュの後継機かなんか出たんですかね、確かね。さっき打つよりすぐ下がりそうだし買った方がいいかもなってことで、家パチですね、買う人ももしかしたらいるかもしれないですね。継続率何パーセントですかと言われてるんですけども、さっきの方はどうなんですかね。一応突入率は 77% になってますけどね、はい。まあ、突入率と継続率って違うっていう人もいますし、ちょっとわからないですけどね。はい、春日猛烈マジ春化け物語もよろしくねということで、まあそうですね、人気のあるコンテンツが結構、ね、パチンコの台に、ね、なるので、ね、はい、ぜひ楽しみにと思いますけどね。問題はその台を買って満足できるかどうかだなということでね、まあ、それはちょっとね、わからないですけどね。筋肉マンも見たいのに残念ということで、あ、筋肉マンね、見たいですかね。森口でね、配信してますもんね。そうですね、森口 と、茨城サイトさんですね。あ、サイトでも、はい、2日連続で筋肉マンやったんですけども、はい、茨城サイトさんの方はどちらも当たらなくて。あ、そうなんですか。そうなんですよ、いきなり究極の事故ですね、それは。そうなんですよ、リーサルウェポンを投入しまして、はい、それで見事、後藤主任さんが、はい、後藤主任、はい、が一撃2万発出してました。はい、それぐらいですかね。池澤店長は延々とハマってましたもんね。あ、そうなんですか。はい、相当機嫌悪くなってたんじゃないですか。ね、最近茨城サイトさんはちょっと、はい、雑談配信が多くて、はい、池澤店長のアイドルトークっていうのがちょっと恒例になってて、はい、だからそれにちょっと盛り上がれてる感じなんですよね。あ、そうなんですか。はい、だから台よりもアイドル探しに夢中になってました。なるほど。はい、今日の放送は何時までですかということで、今日はね、一応2時を予定してるんですけども、はい、まあ、2時までにね、何かこう熱い演出とかあればと思いますけどもね、はい。8月に三峡で春日出るよ。あ、そうなんですね。そういえば化け物語も来るのか。あ、化け物語はね、サミーさんって噂聞きましたけどね。化け物語は君の知らない物語で流れるんかいなということで、ちょっとどうなんですかね。実際海以外クソ大しかないよね。いや、そんなことないと思いますけどね。すいません、私セイントセイヤ推しなんでね、申し訳ないです。希少ですね。はい、セイントセイヤ超好きです。シャカラップは今度出るシャカシリーズの羽物。あ、なるほど。ニコニコだともう先買って下旬に届くから放送するって言ってる人いたよ。うわ、今でも台結構高いと思うんですけど、すごいですね。化け物語出るまでは手堅くゴッドしか打たないと。そうか、
これなんか赤保留みたいなの来ましたよ。あ、赤保留、はい、お、ね、はい、アリアの方ですかね。はい、そうです。あ、アリア赤保留熱いですよ。最後のそうですね、見せ場が来たんじゃないですか。大チャンス来ましたよ。いや最後店長なら当たってくれると思いますよ、はい、私はね、はい、それクソ保留やで、ね、って言ってますけどね。クソ保留私でもアリアは赤保留外したことないんですけどね。あ、カプセルか。赤保留じゃなくてカプセル。カプセル、ただのカプセル。あ、カプセルはややこしいなだ、そうですね、カプセルは空気ですね、はい、赤保留は熱いんですけどね。あ、いや、カプセルやんっていうのめっちゃ来ましたね赤じゃなくてカプセルってカプセルが赤かっただけだね。そう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 、そのカプセルが割れて保留が出てくれば、あの、なんかの保留なんですけど、嘘つきって言われてます初回騙されるよねって言われますけどね。もう完全に最後でちょっと騙された感じですけどね。騙されましたね今、はい、灼熱の赤よっしゃと思ったんですけどね今灼熱の赤、かっこ大嘘って言われてますけどねあ、赤保留当たったことない。あ、そうですか。私アリア結構赤保留で当たってますけどね。どうせもう何もないんでしょって言われてますけどね。いやいや、そんなことないですよ。設置当時は騙された人多数。確かにね、カプセルは赤だと思いましたね、私も。大仏保留はってことでね、大仏さんちょっとまたいなくなっちゃいましたけどね。また出てきてくれますかね。この間、鉄拳1000円で4万発出しましたよ。すごいですね、すごい。すごい引きですね。羨ましいですね。4万発ってなかなか出ないですよね。はい、このまま2時で終わるのは嫌だなって言われてますけどねああ、なるほどそうですね、まあ、僕らでもちょっとね、もやもや感が残りますね。そうですよね、はい、どっちか当てて終わってくださいって言われてますけどね。わかりました。はい、ぜひね、赤文字ですね。あ、本当ですね、さっきの方はね、空気の赤文字ですね。あ、先輩、カーン。お、これは疑似連疑似3ですね。チャンスですか。疑似3ですね。ここで何かね、いいのがない。おや、さっきの様子がって言われてますね。なるほど、疑似さんやなーって思って、ね、まあでもコメントでも散々あった赤、はい、赤ですからね。なんか熱いっていう人もいますけどね。できれば先のいいイメージが欲しいんだけどって言われてますけどねこれ枠の周り金色じゃないんですか、ちゃうんすかね。なんか違いますよね、これ黄色ですか、黄色ですか、ね、黄色じゃない、黄色、赤はリーチだろうねーよって言ってますけどね。見せ場とりあえず来いみたいな、当たんのか、熱くねーよ、赤、うわ弱そう、金でしょって言われてますけどね。どうですかね、お願い、先にチャンスをなんかもう本当先に祈るみたいな感じですね。来れないやつディスってるあって言われてますね。だぜ無理、今日アリア赤保留レキリーチで必須いかんのそのまま前半終了した。そうなんだ、そんなことあるんですね。 魚群柄をください。あ、なるほどね、演出的に微妙だなって言ってますね。うわ、このリーチ麻雀関係ねえなって言われてますけどね。あー、スルー。なるほど、どっちも釘打ったクソタコス、2時で終われないよって言われてますね、もう金が黄色でしか盛り上がれなくなったさっき、さっきの赤で熱いとか言ってるのは素人さんだろうな。確かにね、熱いって書いたやつは反省しろって言われてますね今日は来場者も米もすごいですねということで、そうですね、来場者数も今1487人で、総コメントも1500超えましたね。 ありがとうございます。緑緑ですね、はい、はい、アリアの方が、はい、アリアで、あ、行きましたね。あ、緑ですけどどうですかね、やっぱアリアやな、代打大仏って言われてますね。緑必須、リーチゴボタンで熱いのは黒いモヤモヤだと思う、ダメ、アリアの方が楽しそうだな、大仏ならワンチャンって言われてますけどね。あ、でもちょっと白い文字ですけどね。あ、ちょっと弱いですかね。赤 OK って言われてますけどね、まあ、ちょっと弱いですかね。またもしかしたらあの武帝ボーナスの方行くかもしれないですけどね。今のでおって思うやつは聖夜打ったら大壊しそうやな。確かにね確かに大あの聖夜金来ても大パンしちゃいしたいぐらいな感じでありましたもんね。あ、もう一回ひすればということでね。なるほど、先やめて赤木やろうぜって言われてますけどね。この先を見たら背中が透けてきました。南国の、あ、行きたい、行きたい、行きたいですね、必須。あ、行かないということで、行かないですね。いや、武帝ミッションも行かないですかね、発展しないですかね。おー、はい、これチャンスですよ。これは最後の見せ場ですか。そうですね、あのボタンやっぱり普通以上欲しいですね、はい。2分の、はい、ああ、はい、さっきと一緒ですね、4分の2、はい、4分の2、はい、背中がすると、あ、
もやもやするから早当たれ、あったやったら、いや普通にあるって言われました。残念ですね。今ちょっと見せ場でしたかね。ダメでしたね。なるほどね。あーなるほど、あーって言われますね。普通以上って、まあそうね、普通ボタン以外ってことですかね。アリアボタンならね、結構入るんですけどね。ミッションチャンスは本当にチャンスなんだからと言われてますけど、残念ながらね、入らなかったってことで。頑張れ、きつい。さっきは何も来ないなーって言ってますけどね。騒がしいだけでは少ない。お、一応青保留ですかね。あるでしょね、あれは。はい、アリアの方は、まあ、一応赤のね、文字とか出てますけどね。あ、泣きの竜でもいいよってことで。夢も希望もないよ、辛いっすねって言ってますけどね。ギジレン行かなかったですね。ダメでしたね。さっきとアリア打たずに沖縄打とうかなと言ってますよね。なるほどね。 ST 見せてって言われますけどね。ぜひね、アリアもう一回当たり欲しいですけどね。欲しいですね。まあ今日本当はさっきがね、メインなんですけどね、はい。さっきね、さっきとアリア打たずに、まあこれ読めましたね。すみません。さっきの緑と赤の違いがないなって言われてますけどね。そうなんですかね。さっきはイカサマしないと勝てないのかな。いやー、そんなことないと思いますけどね。さっきはこんだけ通常来て当たりそうっていうのが何も来ないのかな。赤も金も空気で熱くなれんぞって言われてますけどね。どうですかね。この台、この2台足して2で割ればいいんじゃねって言われてますけどね。あ、2時まであと5分ですよって言われてますけど、ね、あと5分。ね、あ、さっきの全回転よろしくってミッション出ましたね。ミッションですね。はい、ミッション出ましたね。いや、これで全回転出したらね、もうシャープさんすごいですけどね。すごいですね。これ出したら、大海か沖縄打つ方がいいな、いい勉強できたってことで、あ、そうですかね、ありがとうございます。さっきは本当暑い演出はなかなか来ないよねっていうことでね。明日は朝から先に決まりです。あ、さっきね、ぜひ打っていただきたいと思いますけどね。はい、悪いのは先じゃない、山陽やと言ってますけど、ね、そうだ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 。もう山陽批判になってますけどね。いやいや、ね、どうなんですかね。さっき格変より通常引いてる回数の方が多いと言われてますけどね。さっきが銃撃つのか、アリアが麻雀やるのかと言ってますけどね。いや、逆ですからね。はい、さっきはロリゾーン来ないかなってこと。あ、先読みですかね。先読みゾーン入ると結構チャンスって書いてますけどね。あ、今日は延長やな、このままだと終われないぜ、終われないですね。終われないですね。明日はアリアだろう、頼む、先を好きさせてくれと言ってますけどね。あ、やっぱゼウスかと言ってますけどね。さっきは作った会社が悪いだけ、平和ならいい台作ってくれそうということでね。いやいや、もうメーカー批判やめましょうよね。もうあんまり作業からクレームが来るんじゃないですか。もう放送しないでくれちゃいそうですよね。さっきはアタッカー開くまで安心してはいけません。これさっきの皮をかぶったせいややということでね。どうですかね、延長延長延長ということで、明日はさっき打ちますかっこ緑カットインということでね。鬼武者打ってよと言われてるんですけど、鬼武者ね、どうなんですかね。まあ、マックスタイプですけどね。マックスですからね。一応 ね、この縄手ライ、ライトな感じでいきましょう。そうなんですよ。ちょっとね、当たりをたくさん見せようというのがね、はい、この、 あの日曜日のコンセプトなんですけども、まあ、その予定やったんですけども、当たりが全然来ないから。そうですね、ちょっとライトミドルでも厳しいという、はい、まあどうなんですかね。いいとこ見せなきゃクレーム絶対来るでって思います。そうですね。そうですね、放送前は明日は先打つでと思ってたんですけど、今はやっぱりアリアですわって思いますね。アリア、そうか、セイント先やと思いますけどね。いやいや、違いますけどね。当たってないや、大仏の全回転ってことですね。ライトでも当たらないし、むしろ3、4にこの声を届けて反省してほしいです。2作目はいいの作れるだろう多分って言われてますけどね。この声も届きますかね。どうですかね。ライト厳しい、甘く打とうかなってことでね。お、なんか揃いましたね。揃いましたね。疑似連ですか。あ、あれですね、この辺り、この辺りが潜伏ですかね。いつクロスマウト打うんですかって言うんですけど、今日はね、あのさっきということで、セイントセイヤではございませんのでね。白タイムリア、バレキタ、何もかんも政治が悪いよ。ライト打つならマックス打つ方が負けたけすっきりするわってことでね。バレーボールエースはどうなんですかね、暑いんですかね。あ、またヒス、あた、いきま、あ、赤暑いですね。来ましたよ。お、さっき、アリアの方がちょっと見せ場ですか。はい、そうですね。あ、また赤ですね。あ、赤の赤、はい、さっきと全く同じ感じですね。そうですね。
はい、アリアワンチャン赤ヒスなんで体力強化する必要あるねと言ってますけど、これさっきの話ですね。アリアのが熱いアタックナンバーワンかなと言ってますけどね。あ、赤熱いですね。アリア落ちましたね、はい、役物落ちましたよ。麻雀してねと言ってますけどね。さっき麻雀してくださいよ。これがラストチャンス。お、さっき当たりました よ。あ、おめでとうございます。なんかさっき当たりました。おめでとうございます。プラス1ポイント。やりましたね。やりましたけど、アリアのアリアもね、緑や、うわー緑か。あ、行きました行きました。当たりました、ね、これチャンスですね。チャンスからの、おきましたよ。おめでとうございます。アリアはいける。そうですね、アリア当たりましたね。来ましたね。チャンスアップ全部絡んでましたね。これでも一応さっきも当たったんですね。一応通常か確変かわからないという感じで ね、はい、そうですね。あ、せめて盛り上がりを見せてくださ い、 ということで、ね、これ5対3ですね今。そうですね、はい、1ポイントずつ、はい、ポイントちょっと変えますんでね。いや、はい、延長と言われてますけどね、どうですかね。アリアね、 SD せっかく入ったんでね、どうなんですかね。さっき地味だなと言われてますいや、転調ボタンを押したねと言われてますけどね。いやいや、どちらもね、一応自力で当てたということでね、アリアの方が信頼なのかなって言われてますけどねあー、なるほどね、アリア軽いな、アリアはいけるって言われてますね。シャークさんがこれ 20回で終わるか、次回までで終わるか、そうですね、っていう形になるわけですね。なるほどね。いや、アリア気持ちいいですね、音ね。おー、いいですね、この音いいですね。そうですね、やっぱ藤昌司さんね、その音が結構気持ちいいってことで ね、 そうですね。いやー、なんか本当にアリアメインの配信になっちゃってますね今本当にいやいや、これシャープさん、ちょっとここは当てていきたいところですよね。そうですね、そうですね、もう一回見せ場を欲しいですね、さっきの。これメーカーに反省させる放送ですかと言ってますけどね、どうなんですかね。まあ、一応ね、お二人とも当たり引いたということで、はい、はい、見せ場は一応できたかなって感じですけどね。はい、いやでもね、見事大当たりということで良かったですけどね。はい、さっきは期待しすぎたわって言ってますけど、いやいや、そんなことないですよはい、富士の回しもんに見えるってことでどうですかね、富士障子やるやんって言われてますけどねまあまあ、ライトミドルなんでね、まあまあ当たりやすいのは当たりやすいですけどね、はい、まあ、ここであの最後店長が確変っていうか、あの継続を見せてくれるかどうかですね。そうですね、まあ、さっきもリーチがかかりましたけど ね、 いいね、残り2回ですからね、ここを当てたいですね。そうですね、当たりちょっと欲しいところですけどね。おお、いいですよ、ここいけますね。ここからアリア万発だよと言われてますけどね、さっきワイプ表示にしてアリア見せてめっちゃ出た。さっきこれ通常なってことでね、あのモードが抜けたらもう多分通常だと思いますね。延長決定だよと言われてますね。そして、ね、今2時なんですけど、ちょっとどうしますか、ちょっと様子見ますか。これ金文字ですか、チャンスって。あ、そうですね、さっきこれだね。本領発揮ということでね、いよいよですね、はい、やっとですね。これやっぱあの潜伏っていうかね、確変だったんですかね。そうですね。いやー、これ外れたら打てんって言われてますけど、いや当たりましたね、おめでとうございます。いやー、ラスボスクルーでようやく当たった皆さんお待たせしましたって感じでね。これでじゃあまたプラス1ポイントですか。そうですね、はい、おめでとうございます。激アツよ、激アツ。あ、アリアいいんじゃないですか。はい、はい、発展しましたね。いやー、すごいですね。あ、これ星3つ半かな、確か勝てます、勝てるかも。そこでボタン押せば、お、あ、緑役物落ちれば熱いですね。あ、落ちましたね、はい、チャンスが。いや、今のところちょっといい感じですね。いい感じですね、はい、これいいですね。これもうどっちかが先に終わったら、はい、終了にしますか。そうですね、そうしましょうか。はい、もう1個あればもう1回落ちればということでね。まあ、でね、今でも十分、まあ、チャンスアップはチャンスアップですけどね。アリアの激アツは本当に激アツだよ、モロタで駆動ですよね。じゃ、期待できますね。はい、あ、ボタンを押す。おー、ありがとうございました。アリア ST 中の激アツは確定だよって言われてますけど、どうなんですかね。
あ、むしろアリアは最後のボタン次第。あ、これは私も分かりますね。普通ボタンでちょっと残念って感じですもんね、はい。いや見事ね、大当たり最後で、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、いいですね。いや、2時過ぎてから急にいい勝負になってきましたね。急に来ましたね。はい、いや、なかなか視聴者さん寝かしてくれないですね。いや、すごいですね、本当に。いや、おめでとうございます。やっともう2時回ってるんですけどね、こっからが本番ってことで、はい、本番ですね。そうですね、やってきましたね。ここが一応ラストバトルということになりますか。はい、いや、皆さん最後まで起きててくださいね。お願いします。まだ2ポイント差ですもんね。そうですね、全然逆転できますね。はい、まあ、ここはサイコ店長が逆転すれば、多分その時はもうシャープさんも終わってる時だと思うんで、終わってますね。はい、その段階で終了みたいな感じですかね。はい、さあ、その前に、サイコ店長が終われば、そのまま負け終了という感じですね。はいはい、いや、でもね、やっと面白くなってきた感じですけどね。そうですね。はい、いや、2時過ぎてからっていうのがちょっと笑いましたけどね。多いみたいなね。寝れないのかよみたいなね、みんな。いや、でもね、コメント欄もすごい盛り上がってますけどね。本当ですか。はい、めちゃめちゃいいですね。はい、これちょっといいんじゃないですかね。いや、今コメント1900で来場者も1600ですからね。すごいな。すごい。日曜日の夜中に。そうですね。みんな明日仕事じゃないのかな。とかね。ヤクモの見た詐欺アリアが打ちたくなるってことでね。なるほど。某番組の日曜から夜更かしですかってことでね。2時過ぎてからホール行くことにしようってことで。ライトニングバレットチャンスで連チャンしまくりやなってことでね。まあ、ここで当たればね、結構楽って感じですけどね。はい、アリアとかいいですって出ますけどね、どうですかね。もうすぐ2000個目ですねということでね、本当にすごいですね。明日休みでよかったという方もいらっしゃいますね。よかったですね。はい、この20回転が好き。あ、さっきのね、あのバレットのところですかね。仕事ですけど見てから寝ます。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やっとね、ちょっとスタート遅かったですけど、今からが本番なんでね。はい、お願いします。アリアは潜伏なし、小当たりなし、神台。確かにそうですね、小当たりないのはいいと思いますけどね。サイコ店長、次のパートナーはぜひ白雪にしてくださいということで。何ですか。パートナーを多分選べると思うんですけど、あの白雪ちゃんがいいということで。わかりました。はい、お願いします。もう徹夜配信して寝坊して12時オープンってどうですかって言われてますけど。それ怒られるやつだね。そうですね、ちょっとね、はい、本社に呼び出し食らうことなので、ね、ちょっとごめんくださいというね。お客さんも含めたら尋常じゃない人数に迷惑かけてますよね。お前ら朝一アリアうち行くだろうって言われてますけどね。昼寝したからまあ余裕ですよ。ありがとうございます。仕事ですが9時起きなので余裕ですよということで。明日から3連休の方もいることということでね。はい、ああ、ちょっと待ってください。ちょっとピンチですね。シャープさん大丈夫ですか。これピンチですね。わ、さっき終わった、こいつ強いでって言われてますね。マジですか。終わりそう、終わりそうっすね。あ、どっちが先に終わるから、アンケで先柄ってことですね。ビギナー来た、これこいつ負けるって初心者やぞって言われてますけどね。3つずつどうですかね。終了、終了ですね。あ、やばいですね。さっき終了。さあ、終了。ヤクマンちゃんは強い。あ、多い、終了、国士無双と言われますね。終わる、あ、負けたということで。あ、これはちょっと面白い展開になってきたんじゃないですか。多い、多いと言われてます。あ、うわーと言われてます。でもアリアの方もあと60回ですよ。あ、なるほど。あ、でもアリアは続き見たいなと言われてますけどね。さあ、どうですかね。あんなやつに負けるんか、やっぱりさっきはと言われてますね。てか 23% 簡単やなと言われてます。本当に 23% 簡単に引きますね。入ってそうだ、さっきの台ひどいってことでね。さっきのもう歌うわ。いや、そんなこと言わないでください。やっぱりさっきは当たらん、さっきは当たりにくいし継続しないしってことで、あんなやつって大会で100万2回も上がった強キャラだそうって言われてますけどね。散髪屋ですかって言われますけどね。正直ひどいってことですね。いや、どうですかね。まあ、アリアの方もね、今50回、50回ですね。野崎の店長呼んできてよって言われてますけどね。アリアやなってことでね。マリアもちょっと気になりますけどね。やっぱ三人ほくそうだな、幻滅しました、さっきのファンやめますということで。アリア頑張るんやと言われてますけどね。
まあ、アリアもね、結構先読みとかの赤文字絡まないとちょっと厳しいところもありますけどね。あ、アリア出てきましたね。あ、これ熱いですよ。いいですよ、いいですよ。これ A まで行けばね、本当に熱いと思いますよ。あ、 A まで行った。 A 行ってますよ、 A。 これいいですよ。 A 行ってます。店長いいですね。来ましたね。はい、 A いい。これは持ったわ。いいですよね、 A、 アリアの A 熱いですよ、はい。あと相手によりますけどね。わあ、まあ三つ、星三つだったかな、この子。ボタン押せばね。あ、ボタンで、お、役物の青か。あ、チャンスアップないですね。なし。なしですね、これは。あ、でもアリアがね、連打すればいいんですよ、これ。あ、チャンスよ。あ、どうですかね、ちょっと弱いかな。でもモルタでって言ってますけどね。私はこの展開結構外れること多いんですけど。なるほど。どうですかね。まあ、最後のボタン次第ですかね。シャープさんもこれは、はい、残念。あ、残念。あ、でも赤文字でしたね、今アリア。次は。アリアボタン欲しいですね。おっと。赤。さっき終わった。終わりました。まだ復活はありますけどね。どうですかね。回復来るか。アリアは。あ、ない、ないということで。わあ、結構熱かったんですけどね。やばいですね。まあ S まで行けばね、もうあの確定なんですけどね。はい、あと40回ですね。そうですね。終了だな、ないかでですね。まあアリア出てきたらね、結構まあ強パターンというかチャンスだったんですけどね、残念ということで。いやー、まあ ST やっぱり早いですね。36回、あと35回ですかね。さっきもまだ一応モード中ですけど、これはもう関係ないのかな。どうなんですか ね、 ね、店長空気読んで終了させよっかって言ってますけどね。もう眠たいですね。あ、 B、 B、 あ、青、あ、行くわよ、青文字ですね。さっきダメって言われてますね。さあ、ヒス行きますかね。お、ヒス行けば熱いですよ。おお、ヒス、お、これヒスっていうかね、これはまあチャンスが熱いですけどね。アリアのスケベあたりは謎っていうことでね。ここもまあ当たり欲しいですけどね。ラブホー来た。あるで、ボタン次第、確かにね、ボタン次第ですね、はい。さあどうですかね、ボタン、チャンスアップ欲しいですね。ハトランプ来い。お、普通。あ、ダメだ。あ、振られちゃった。シライフちゃん振られちゃいましたね。これがシライフちゃんですね。トイレ行ってる間にさっき終わってるって言ってますね。インちゃん様、あるよ抜け潜伏。あ、さっき一応潜伏あるみたいですね。あ、そうなんですか。抜け潜伏あるって書いてますね。アリアワンちゃん、ノーマルボタンは無理か。そうですね、ちょっと溢れちゃいましたけどね。さっき2回はチャンスってことでね、普通の男ならするだろうってありますけどね。白雪熱いんだけどなーって。そうですね、あのエース結構発展しただけで熱いんですけどね。この後めちゃくちゃーって思うんですけどね。どうなんですかね。あ、でもさっきね、荒ぶってますけどね。お、赤、あ、まあ、空気が赤ですね。もうさっき何が来ても熱い気がしない。さっき潜伏多そうだから翌日期待していいの。どうですかね。アリアは抜け潜伏がなかったはずなんでね。あれ、さっきが変だってことで、赤いだけってことでね。右打ちで抜けた後って潜伏ないような気もするんですけど、どうなんですかね。あ、店長、アリアはハンドルも見た方がいいよってことで、はい、アリアなんかいきなりハンドル光ったりするんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。私いきなりあのレインボーに光ったりしましたけどね。あれは嬉しかったですけど。あ、何もないということで。ダメですね。何もないですね。なるほど。これは空気読んで店長終わるパターンですかね。もう20回切ってますからね。そうですね。まあとりあえず発展欲しいですけどね。あ、アリアは俺が守るわ。いいですよ、チャンスアップ。 A まで行った。あ、いいですね。 S 欲しいですけどね。まあ A でもね、全然期待できますけど。さあどうですかね。ハンドルが赤色だとそこそこ熱いって言われてますけどね。いきなりいつか常時光ってる。多分白ですかね。白は光ってますけどね。ラスちゃんロゴ次第。さっきは何がしてんだ。ラストチャンスって言われてますけどね。あ、これレインボー、レインボーです。わ、すごい。私金に初めて見ました。いやー、すごい。
いや店長やっぱ持ってますね。持ってますねやっぱり。さすがですね。これはまあ当たりですかね。そうですね、もうほぼもらった16ラウンド確定って言われてますけどね。あれということは1ポイント差ですか。そうですね。6対5ですからね。おっと。おっと。来ましたよ。ポイント変えときますね。おおすごいな。はい。いや番組盛り上げますね。ありましたね。もう2時とうに回ってますけど。はい。いやすごい店長引きすごい。対戦相手プレミア、そうですよね。そうですね。5名先って何ですかということで、どうなんですかね。16確定ということでね、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、さっきは噂の37疑似と言われてますね。あ、白雪選んでね、パートナーと言われてますね。わかりました。さすが店長、金だけど当たらんやつ。さっき熱そうだよと言われてますけどね。おお、赤文字ですけどもね。赤文字。さっきの様子が、お、さっき37図柄でチャンスと言われてますね。お、このさっきの方、ここで当たればまたプラス1ポイントで、そうですね、引き離す感じになるわけですか。あ、16角ではないんですかね。6ラウンドあるのかということですね。さっき来た先読み金で当たったことないわってやってますけど、おどうですかね。まあ今日の配信ではさっきは赤がクソっていうのはよく分かった、ありがとうって言われてますけどね。さっき37全然熱くない、普通に外れるって言われてますけどね。あ、お、特訓、あ、これはあの潜伏か小当たりかですかね。ひらゆきちゃん選びましたよ。どうですかね、合宿モード継続ってことで。そうですね。ポイントはいいですか。これなしにしてたんでしたっけ、はい、小当たり、赤い、はい、あ、ひらゆきちゃんでね、行きましたね。ひらゆきちゃん可愛いですね、確かにね。私はパートナーはジャンヌダルクにするんですけどね、いつも。はい、うん、もう小当たり、また小当たりかよってことで、どうですかね、モードが上がっていけばね、あの潜伏濃厚っていう、あの書いてます。お、でも377、これ熱いんじゃないですか。これは潜伏かな、潜伏の可能性あり。 赤ホリーになってますね。ですよね、今あのチャンス目が377でしたね。あれでも赤ホリーはあまり熱くないんでしたっけ、ね、出てましたもんね。あ、でも続いてますね、はい、いや金になったりしないですか、赤ホリーのままですかね。あ、これなんか疑似レンクですかね。あ、これはあるぞって言われてますね。熱そうなデメあるんですか。赤方7点くるか、見せ場来たぞって言われてますけどね。これはエピソード連続予告ですね。今魚群来いやって言われてますけどね。あ、潜伏なら当たるんじゃないってことでね、ストーリー連続予告。そうですね、上に金と魚群あるみたいだしなってことでね。なんか枠回りとか金とかあるんですかね。うわー、山陽の激アツだ。白雪の天柱聞きたいということでね。どうですかね、判定。12分に盛り上げたので店長の逆転勝ちですって言われてますけどね。まあ、そうですね、逆物がちょっと弱いですかね。全部やれば熱いんかなってことで。あ、全合体、はい、あ、疑似にでいいのかって言われてますけど。あ、これなんかなんか今富士商事の、ね、藤丸くんがそれに当たれば当たりだったんですかね、はい、まあ熱いということでね。あ、でもシャルロットですね。シャーロックですね。こいつちょっと強いんでね、緑ということで。はい、もし2個ですね。あ、アリアワンチャンスで、ね、店長と言われますね。さっき頑張れと言われてますけどね。今の藤香ちゃんじゃなかった。でもそうですね、ルーレットには藤香ちゃん止まってましたけどね。シャルロット、すみません、シャーロックですね、すみません。さっき赤文字なし当たるだろう、白目って言われてますけどね。来たーって。金まで行けば熱かったですね、さっきね。お、赤、赤かー、どうですかね。さあどうだ、赤、うわー、ダメだ、赤、外れ。おー、ラッキースキルワンちゃん。おー、やっぱダメか。アリアも来たな、デッカーって言ってますけどね。アリアはパートナーによって ST の演出結構違うからなーってこと。そうですね、全然演出が違う。さっき当たるわけがない、ないって言われてますね。これが外れるんだなーって言われてますけどね、はい。さっき見に来たね、はよ当てろって言われてますけどね。赤はあかん、さっき治りがひどい、さっき知って、さっきひどすぎる、知ってた。お、また赤文字、赤文字、赤文字。あ、空気の赤文字ですか。うん、さっきの赤保留はアリアの緑かなーってことで、どうですかね。なんで風し寒くしたんってどうなんですかね。さっき本当ダメだな、レインボー来ないと当たんないんじゃないのってことでね。どうですかね、また空気赤青だろうってことでね。アリアの方もどうですかね。名前を先じゃなくて詐欺に変えようよって言われてますけどね。
そうですね、さっきあるよ、シャープ舐めるなよ、これ中身せいやなんだからなと思いますけどね。まあ、確かにね、山陽さんの台はちょっとこう心が強くなるというかね、金でも普通に外れますからね。そうですね。はい、さっきの赤は空気、さっきのおかげでアリアが普通に見える不思議とありますけどね、さっきやっぱり通常なのかということでね、アリア16ラウンド欲しい、アリアの右下の英語何って書いてるんですけど、右下の英語ってあの ABCD のことなんですかね。そうですかね。一応これが A になれば、まあ、リーチ発展濃厚というかね、 B 以上で結構チャンスってことでね、 S だと確定らしいんでね。はい、さっきはもう目をつぶって打った方がいいのではと思いますけどね。おっ、はい、テンパりましたね。おーパトラー3つ花でね、結構、まあ、はい、当たりやすいっちゃ当たりやすいですけどね。あとチャンスアップ次第ですかね。さっきはちゃんとせいやだぞと言ってますけどね。せいやの金保留一気リーチ外れはビビった。あ、私もこれありますよ、一気リーチビビりましたね、外れて。お前ら正気になれよ、アリアも大概やぞと言われておりますけどね。いや、どうなんですかね。一気外れるんだ。一気外れましたよ、私。あ、そうなんだ。疑似さんの金保留、あれですよ、何だっけ、あのセイントセイヤー出て一気リーチ行ってボタンでかかったのに外れました。もうあの心ギッタギタにおられました、ね。そうですね。もう泣いて帰りましたもんね。あ、それはきついですね。デカボタンって確定じゃないんかと思いましたもん。もう、あ、しかも先読みが一番熱いやつ、あの戦士の安らぎモードですかね、あれ本当熱いんですけどね。アリアの方もちょっと残念ということで、ダメですね、回復もないということでね。あ、残念ですね。さあ残り回数は66回ですね、今。なるほど、はい、あ、カウントダウン来ましたね。おお、これ一応ゼロまでいけばね、発展濃厚っていうか。さあ、ここで、ここでリーチ欲しいですね。緑なんでちょっと微妙ですけど、 CD、C ですね。銀熱いってことでね、外れる要素ないやん。デカボタンただで買える。おお、リーチ。あ、でも、あ、B まで、あ、B ですね、 B まで行きました。ちょっと微妙ですね、無理っすわって言ってますけどね。これで発展、発展すればね、ちょっと熱いですけど。お、キス？ラブホール、あ、あ、アリアの方ですね。アリア熱いんじゃないですか。あとはボタン次第と言われてますけどね。デカボタン2種類なかったっけ。あ、デカボタン2種類あったかな。乳銀のクンピ確定質はないですよ、大当たり濃厚です、濃厚と言ってますけどね。一気リーチ下がり、信頼度下がってるよね。あ、そうなんだ。ランクの移動が落ち着かないなーってことでね。どうですかね、アリアラブホはもらったぞと言われてますけど。 おめでとうございます。来ました。ちょっとやばいですよ、シャープさん。あ、確かに私もこのアリアのリーチ見たことないですね。おー、当たりー、おめでとうございます。今のラブホのアリアは激アツだよと言われてますね。あ、そうなんだ。あれ、ということはもしかして同点。あ、16ラウンド、おめでとうございます。おっしゃー、6対6。あれ、同点ですか。はい、同点ですね。同点ですね。同点、同点、同点。いやー、来ちゃいましたね、ついに。いや、来ちゃいましたね。来ましたね。これじゃあ次、次当たったらもう勝ちですよね。そうですね、最高店長当たったらその段階で終了ということで、はい、はい。あ、これは勝者アリア、アリアの盛り上がり、シャープさんちょっとやばいですよ。まくっちゃいますよってことね。さっきから大移動して正解ですね、店長。本当に正解でした ね、 ね、反逆のアリアで、ね、うん、最初からアリア打てたらよかったな。アリア神代やなって言ってますけどね。さっき粘ってくれよ、アリアは見せてくれるな、それに比べてってことでね。いやー、いいですね。あ、今のアリアのリーチは 80% ぐらいあるよってことで、あ、やっぱ激アツなんですね。なるほど、かなり熱いですね。むしろさっき、むしろさっきの台は6ポイントも取ってたんですねって言われてますけど、ね、もうすっかり忘れられてますけどね。さっきの継続率 23% やなってことでね。あ、買い物しようでって言われてますけどね。あ、多分アリアの方ですかね。そうですね、なんか出ましたね。買い物したらね、なんかあの、何やったっけな、衣装とか、なんか曲が買えるんですかね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、たまにね、なんか買った感じするんですけどね。さっき打ってたらまだ当たってないんだろうなーって言われてますけどね。そんなに。さっきさん完全にかませぬやんって言われてますけどね。よし、代打パネーよーって言われてますよ、焼き鳥さん。いや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 、私の配信はまた後で、そうですね、はい、さっきそろそろ本気出すって言われてますけどね。
先を捨てた店長の勝ちかなということでねもう先を見たくない、4通ばっかりだけどなということでね、さっきはやめてアマデジでポイント稼ごうよと思ってますけどね、まあ確かにね、あの1回戦で当たったりするかもしれないんでね、分かんないですけど、先やるんならコードギアスとアリアでやった方が面白いなと言われてますけどね、まあ、どっちもライトミドルで ね同じような感じなんでね、もう先打たずにセイヤでいいんじゃないかなって言われてますけどね、さっきはマックスならまだ出るって言われてますけど、さっきは明日から本気出すよって言われてますね。さっきの大撤去はいつですかね、ゲス顔という方もいますけどね。いやいや、まだね、今日稼働したばっかりなんでね、ちょっとお待ちくださいね。ロマン打ってポイント稼ぎまくろう。あ、なるほど。でもアリアの携帯アプリ画面にかざしてる人だけは見ないなってことは、確かにね、今パチモバスロとかいろいろありますけどね、アリアのやつはあんま見たことないですね。ギアスと比べられる先と言われてますけどね、もう先が評価されていない、今やってるのが先の本気だよってことでね、先はあだバナライトミドルの4通率がひどいってことでどうですかね、まあこれ当たれば勝ちだねってことでね、ここで当ててくれっていうことでね、ロゴ落ちろって言われてますけど、さっきはそろそろ1パチの落ちるかな、すっとぼけってことでいやいや、まだね、今日からなんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、かざしてるアプリ、あ、そうなんですね、アリアのアプリやってるんですね。さっきは出さずにオクラの方が当たってますけど、ね、いやいやいや、そんなね、もう配信されちゃってますよ、そうですよ先じゃ僕がやったら絶対出さなかったそうですね、さっきじゃなくてザキだねああどうなんですかね、あアリアの方ね、今テンパイしましたけどね、でも C でしたね、あなるほどね、さあどうですかね、アリアの方荒ぶってますけどね、さあどうですかね、3つ、おお赤文字、さっきは赤文字ですか一応、なるほど、まあ、チャンスアップですね、アリアはこれは来たでしょうって言われてますけどね、ちょっと待って、パチですもんね、はい、ちょっと待って待って、さっきの方も一応チャンスアップですよ、いや忘れてますけど、さっきはいいでしょ、映さなくて、ザキヤマ、カナちゃん強すぎ、確かにねアリアのカナちゃん強いですね、もしさっきが好きな台と入れ替え変えられたら辛いですどうなんですかね、赤はリーチだと何度も言ってたろうって、よし終了ですね、終了で、あ、でも特攻行きましたけどね、あれまた当たってますけどね、あでも特攻モードって上のモードなんで、もしかしたら潜伏入ってるかもしれないですよ、終了って言われますけどね、映さんでいいとか言うなって完全勝利ですよねアリアの方はね、見事大当たりということでね、やっぱアリアやなみたいなね、ああさっき抜けるまでやろうと言われてるんですけどね、ああそうですね、一応メインがさっき、そうですね、今日、まあまあね、みんな忘れてるかもしれないですけど、忘れてますね、さっきがね、じゃメイン機種なんで、まだ終了させないで、バイプッシュでやるんですけどね、ああいやアリアね、見事おめでとうございます、ありがとうございます、いやね、華麗に抜き去っていっちゃいましたね、ああやっぱアリアですねあれちなみに市場玉手はアリア何台、アリアですか、確かなんかあったような気するんですけどね、あなるほど、あ確かあれ意外なアリアですかね、はい、最後店長が7ポイント、野崎のねシャープ後藤さんが6ポイントということでね、アリアの勝ちということでね、アリアメインで諦めなくても台は終了ですよと言ってますけどねもうどっかの名字で見ましたけどね、ジャンヌそれ言っちゃダメと言ってますけどね、赤というか先は空気、さっきの通常あたりはたくさん見れましたって言われますけどねわでも今日コメントもうすぐ2500いきますね、すごいな、ありがとうございます、来場者数も1800ですからね、おすごいですね、すごいですね、はい、さっきがメインだったのかって言われてますからね違いますよアリアですよ、アリアです、アリア放送をしたから来場者1800人超えとおりますけどどうなんですかね、あそっち、いやアリアは偉大だなと思ってますけどね、当たりそう、さっきは百花繚乱モードへ移行すれば確変状態確定、そうですね、冊子にも書いてたんですけども、百花繚乱モード行けば一応確変状態ということでね、そうですね、なんか得点の回転数で百花繚乱にこうって書いてありますけど ね、はい、何回転くらいなんですかね、そうですね、アリア神台、アリアの5件やなって言われますけどね、明日は窓紛でいいだろうということでね、
さっきの当たりよりアリアの当たりの方が盛り上がってるのかなって感じますけど ねやっぱ見せ場をね作ったもん勝ちってのありますね。なるほどね、さっきって目に見えた地雷だったんですねって感じますけどね。いやどうなんですかね、まあ、百花繚乱モードいけばね一応確変ということで。そうですね、まあ、せっかくなんでね百花繚乱モードも見たいんですけどね。いやでも多分視聴者さんみんな完璧にアリアの方に目いってますよ。そうですね、あ、だいたい切れ返す60回って言われてますよということでね、60回回すんですね。なるほど、これでも結構潜伏してたとして、はい、60回回すのは結構きついですね、電サポなしで。そうですね、40回とも回させるところが山陽のクソなところ60回で長すぎやろって言いますよね。やっぱやつは核兵器の中でも最弱よ、60は無理とありますね。さっきが不調なだけだと信じたいね涙って思いますけどね、まあ、やっぱり、はい、継続率が77なんで、はい、継続率で伸ばしていく。そうですね、ところがちょっと今日はあんまりお見せできないのがどっちかっていうと、そうですね、はい、不調の原因ですかね。そうですね、あ、さっきが負けた、あ、差しって言われますけどね、60も回さないといけないのかって言われますけどね、泣きの竜なんて4回転で潜伏分かるのにって言われてますけどねそれはそれで早いですね。そうですよね、あ、またかなちゃんって言われてて継続77とか信じられんって言われてますけどね。あれアリアの様子が、アリア A 行ったんですかって言われてますけどね。じゃあ、出なかったですね。あ、そうですか、はい、ほうほう、これならルパン打ちゃええんやでと言ってますけどねあ、アリアもらったなみたいな言われてますけどね。あ、本当ですか、本当ですか。佐賀で時短なし確変スルーさせられた時は泣いた通過1番ということでね。なるほど、あ、まあ、ボタンどうですかね。あ、普通ボタン、あーかー、アリア引き離しにかかったか、間違いないルパンでいい、アリア当てられたら追いつけないと言ってますね77は 7.7 の間違いやでと言ってますけどねあ、アリアはやっぱり優秀だなと言ってますね。優秀ですね。これさっきの方は、はい、特打ちなんですかね、特打、はいはいはい、特打モードに入ってると思うんですけど、はい、これ転落の条件は何、どうなんですか ね、一応あの合宿モードと特打ちモード、はい、どっちもあるんですけど、特打ちか、特打ちなんですかね、あの確変のチャンスって書いてはあるんですけどね、まあ、一応どちらもあのモード抜けしたら多分通常ってことなんですかね、はあはあ、まあ、とりあえず百花繚乱、繚乱モードに行かないとっていうことなんですか ね、はい、ね、まあ、間違いなく先打つならルパンの方がいいと言われますけどね海も怖いぞ、勝とうと思って先打つのが間違いと言われてますけど、あ、またアリアカウントダウン来ましたね、はい、ゼロまで行きましたよ、はい、暑いですね、まあ、はい、A、B も A まで行けば、 B、 お、 B の、A、 あ、 A 行きましたね、 A 行きました、行きますが大盛りですけどね、あ、これはさっきのライフはもうゼロもうアリア止まらんなーって言ってますけどね、あ、これ熱いですね、ブラド、おー、これ星4つですよ、おー、青ですけどね、まあブラド結構熱いですけどね、ロゴ来ればパー、あ、ロゴ来ました、パパ来た、パパ来たって言われますね、アリア来た、さっき本当にライトなのかって言われますけどね、まあ通常に戻っても百花繚乱突入するよってことでね、どうなんですかね、あ、そうなんですか、潜伏ってことなのかな、アリアは5連超えると10連くらいいくイメージってことで、なるほど、アリア増大待ったなしって言われますね、赤もやこれば、おーっとー、アリアはロンですって言われてますけどね、ロゴ2回落ちればほぼ当たる、アリア当たったら人変えてって言われてますけど、あー残念、ダメですね、おお外れちゃう、あー外れましたね、まあ、結構チャンスだったんですけどね、はい、さっきも抜けましたね、あ、抜けた、あ、抜けた、抜けた、ということで、じゃあここら辺で終了しますか。そうですね、一応終了でよろしいですかね、あ、さっきモード落ちひどい、さっき抜けたねってことでね、はい、はい、終了、はい、ということで、お疲れ様でした、うわー、アリア、マジで終わりか言われてますけどね、いやー皆さんお疲れ様でした、アリアも冷静になるとということで、ね、アリア圧勝、そうですね、アリア見事な逆転、ね、逆転勝ちでね、おめでとうございます。あれアリアなんかリーチかかってますけどね、あ、来ましたね、はい、そうでしたね、
あ、一応これだけ映しますか。そうですね、アリアね、一応リーチいったんで、はい、どうですかね、ちょっと待ってください。あ、でも何もなかったですね、アリアね。何もない。はい、お疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやね、今日ちょっと2時半までね、配信かかっちゃいましたけど。そうですね。いや、でも一応ね、2時過ぎからいいとこ見せたんでね、良、はい、かったような気もしますけどね。そうですね、あの、さっき言って感想とかあればお聞きしてよろしいですか。ないですね。ない、はい、さっきめちゃくちゃ面白い台ですね、これはもう、うさんくさいな、顔が。あ、むちゃくちゃ面白い。顔が。シャークさんはもうおすすめ台ということですね。まあ、本当はね、もうちょっと面白いと思うんですけども、連チャンすればね、見せ場がちょっとなかったですね。確かにね、最初の1時間は何だったのかなと言われてますけどね、はい、まあまあ本気で言ってるのは増大しようということでね、いやいや、でもね、あの、今日2時からでしたけど、まあ、お二人とも当たり引いていただいてね、はい、あの、見せ場作っていただけたので、皆さん満足していただけましたでしょうかね。めちゃめちゃ面白い台ですって言われてますけどね。はい、今日はそうですね、あと野崎店、市場の味店、告知などありますでしょうか。もう大丈夫ですか。何かありますか、野崎店は。あの、ぜひ、はい、お店に足を運んでいただければと思います。今日売った、あの、さっきは、野崎店さんは何台入ってるんですかね。さっき2台入ってますね。2台でライトミドルですね、どちらも。はい、シロナーゼの方は何台入ってますかね。ライトミドルが4台ありますね。4台と、はい、まあね、あの、ぜひ、ね、どちらも、はい、野崎店もシロナーゼ店も遊びに来ていただきたいと思いますけれどもね。アリアありますんでね。アリアがね、ありますんでね。アリアも、アリアは打つよって言ってますね。アリアがありますんで。アリアはちなみに何台あるんですかね。あ、2台あります、ね、2台、はい、シジョナーテさんも、シジョナーテは、まあ、探していただいたらどっかにあると思いますんで、はい、ちょっと1回探せと、はい、なるほどね。ぜひ店の方に来ていただいて、そうですね、一周、あの、回っていただきたいなと思います。そうですね、はい、はい、まあ、一応ね、今日はあの、サイコ店長の勝利ということでね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、どうしましょうか、ね、2連勝ですよ。あ、先週もね、そういえばね、はい、わ、ちょっとやばいですね、野崎店。2連敗ということで、一応罰ゲームご用意しているんですけど、はい、どうしましょうかね、罰ゲーム。これね、なんかありますね。そこにたくさんありますので、勝者の方が決めていただいて結構ですんで、はい、食べやすいものを食べていただいたら、ね、そうですね。なるほど、たくあん、味付け海苔。あの、今日はね、罰ゲーム、ね、そうですね、ちょっといろいろね考えたんですけどもね、はい、罰ゲームグッズを、あの、昨日の松浦さんが全部持って帰ってしまって。あ、そうなんですか。そうなんですよ、だから何も用意できなかったということで、もう、あの、恒例のね、わさびからしをつけて食べてもらうという感じでね、はい、あの、森口店さんでは、あの、はい、チンチキチンっていうね、苦いお茶を飲むっていう罰ゲームがあって。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あと昨日はなんか青唐辛子をそのまま食べるっていう罰ゲームがあったんですけど、どちらもなんか臭いやつ匂わしたかったですね。あ、毒ガスくんですかね、はい、あ、それもね。そうなんですよ、松浦さんが全部昨日持って帰っちゃったんですよね。だから事務所に何もなかったんですよ。またね、あの、来週以降持ってくるのでお願いします。これ辛子とわさびどっちが嫌。どっちがいい。どっちもつけてもいいですけどね。いや、僕でも寿司好きなんでわさびはいけるんですよね。じゃあからしにしますよ。あ、そうですね、サイコ店長自らがご用意していただけるということでね。サイコ店長はね、ん、彼氏って言われてますけどね。からし、からし、からしですね。まあ、わさび鼻注入確定でしょうって言われてます。いいんですか、そんなそれ、それ危険ですからやめてくださいって。あ、罰ゲーム要因の大仏はよ出せよ。いや、そうですよね。ほんまですよね。まあ、一応ね、野崎店2連敗ということで、ね、はい、責任取らなダメ。そうですね、店長ね、余計体調悪化させそうですけどね。罰ゲームは 3,4 に やらせろよと言いますけどね。タコワンにしましょうか。タコワンいきますか。大仏が全部悪いと言いますけど ね、 そうですね、いいとばちりですけどね。まあ、タコワンってね、からしレンコンみたいなね、イメージになるんですか。どうなんだ。そんなん言うんじゃないでしょ、多分。挟み込む感じでね。いや、だんだんやっぱグレードアップしていきますね。最後店長優しいですからね。そうですね、はい、優しいですからね。イケメンで優しいっていうね、はい、なってますけどね。あ、シャークさん、もしよかったらそこに箸が入ってますんで食べさせてあげてみますか。横に、あ、これぐらいにしましょうか。ちょっとそこで少しこっち側にこれぐらいでいいですかね。ちょっとね、あの、うわー、結構乗りましたね。結構乗ってますけどね。
マスキーロー、からしたくあんまあいいんじゃないですかね。大丈夫ですか、あ、そうか、大仏さんに食べさせてもいいですけど、あ、そうですね、海うるさいぞと言われてますけどね。いいじゃないですか。今始まっちゃいましたね、はい、お箸で。じゃあこれでいきますか。あの一番手前側にちょっと入ってます、スペシャル魚群タイム、はい、そうですね。たくあんでケツバットって言われてますけどね。どうやって難しいですね。ちょっと難しいですけどね。そうですね、はい、いやこれ、ね、本当からしとか地味にきついですからね。あーんしていただけるんですか。あーそうですね、あーんしていただけるんですか、じゃあ袋とか用意しなくていいですか、はい、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですね、はい、あ、こっち側にちょっと顔を見向けるような感じでお願いしていいですか。めっちゃうまそうです ね、はい、めっちゃうまそう。いやいいですね、はい、あうわ結構あかんあかんやつやちょっと今小籔っぽく見えましたね完全に乗りで、あかんやつマリンちゃん、マリンちゃんがごめんって言ってますけど物ボケ、あそれ言って大仏さん呼んできて自ら店長を呼びに行くという、ね、あなるほど、大仏さんは店長なんですかそれよりどうなんですかね、店長芸人だなーって言われてますね、のんちゃんに見えたわーって言われますけどね。そうですね、いやちょっとからし連合び、ね、風な感じで地味にきつい感じがありますけど、そうですね、いや店長、ね、あ店長呼びますね、ちょっと本当に店長ボタン押してますね店長呼んでますけどね、どうですかね、罰ゲーム要員来るんですかね。そうですね、体調不良じゃなかったんですか。そうですよね、今日同日って、そうです、そうですよね、はい、カラフからし明日から店長病欠って言われてますけどねどうなんですかね、あのドラえもんって言われてますね。山陽のせいで負けたのに最後山陽が邪魔してるって言ってますまあ山陽邪魔ばっかりするな、まあ、ちょっとエンディングテーマっぽくていいんじゃないですか。山陽で始まって山陽で終わるみたいなねなるほど、大仏かぶって、お、なんですか、ちょっと登場しますか、自ら登場ですかね、はい、店長は先のヤバさを察知して放送出なかったのかって言われてますけどねその可能性ありますね。あそうですね、先見の目があったってことですかね、はい、さっきねうろうろしてたんですけど ね、 そうですね、音声が大仏喋れるのを言われてますけどね。ああ喋れるんですか ね、 ねえ、どうなんですかね。あ前は AKB のライブがすごい音だったよね。あ確かにね、釣り上げる感じ、最近 RTC ついてる機会やっぱ増えてきましたよね。そうですね、そうですね、筋肉マンもそうですもんね。そうですね、筋肉マンもすごい音してますもんね。はい、やっぱお店閉店作業とかしてると頭に残るんじゃないですかまあそうですねはい、確かに大仏は沖縄推しだったもんなと言われてますけどね。そうですね、さっき何台導入ですかってまた聞かれてるんですけど、さっきはあれあれなんか後ろに今ちょろっと、ちょっとさっきは市場の当て店でライトミドル4台と野崎店では2台の導入となっておりますのでね、はい、遊びに来てください。なんかちょっといやいやっぽく登場してますけど、いや連れてきましたよ大仏おあれ大仏には口がないのに食べれるのかって言われてますけどね。大仏さんもじゃあたくあんですか。どうやって食べるんですかね大仏さん。あそうですね、口がないですけど。そうですね、ないですね、シャークさんどうやって食べさすんですかそれはね、もうこの口がちょっとありますからね。あ、ちょぼ口、おちょぼ口、そこから入れるって何食べれんのその口。あ、チューブ丸ごといきますか。おー、ラスボスの貫禄って言われてますね、イリュージョンで大仏来た。あ、行きますか。お、なんか元気ねえな大仏ふてぶてしく見えるって言われてますからね。大仏顔中にからし塗ってるみたい。ダイレクトマジすか。ダイレクトっすか。明日やばいんじゃないですか本当に。しかもなんですか、シャープさん行くんですか。あ、部下が部下から、あちょっとちょっとちょっと落ち着けと落ち着けと言ってるような感じですかね。からチュッチュって言うの。からチュッチュ腕何分からない何今の何言ってるか分からないの。全然全然分からないです。あ、神をも恐れぬ行為と言いますね、はいはい、腕はい何分からない全然え、筋肉痛ってことですかやっぱり喋れないなんか大仏ふてくされてる感じがします。そうですね、まあちょっとこのままだと閉まんないんでね、ビシッと最後一発で、ね、いただいて。そうですね、これでちょっとお別れということですね。そうですね、はい、いや大仏さんお願いします。はい、大仏さん今2000人超えましたね。今日の累計来場者もね2000人超えたということで、総コメントも2600いただきましたね
みそぎをってやってますけどね。いやどうなりますかね、大仏さん。ないです。どうですかね。やらない。あ、じゃあもうしょうがないですね。あら、どうしましょう。大仏さんできないってことなんで、もうあの部下が責任取るってことで、じゃあシャンプさんもう一回、もう一回行きますか。もう一回。もうしょうがないでしょ。もう一回。しょうがないもん、もう。さっきの責任取ってくれって言われますよね。そうですね。部下だから。もう一回か。大仏さんアリア打ってますけどね。そうですね。自由やな。大仏で役落としと言われてますよね。そうですね。わさびで。いやいや、もうじゃあ大好きなわさびで。わさびチューブとからしチューブ2本でもいいですけどね。あ、そうですね。もう一回ってかわいそう。大仏ログアウト。大仏はしゃあないな、とばっちりやもんなって言ってますけどね。そうですね、まあ体調不良ですからね。そうですね。突っ込もうとしてる。フラフラって言ってますよ。なるほどね。あれさっきのタコワンどこ行きました？タコワン、タコワン行きますか、もう行こう。お、行っちゃいますかね。確かに大仏何も悪くないなって言ってますね。結構シャープさん厳しそうですね。さっきのなんかあのフリーキック切る前のね、あ、そうですね。クリスチアーノ・ロナウドさんですか。いきますね。多いな、多いな、これ。うわ、なんかすごい、なんか、いや、ものすごいですけど、トグロ巻いてますけど。お前ですね、ちょっとあの卑猥な感じ。おい、大仏逃げんなって言われますけどね。よかったですよ。サンドイッチにしていただいて。サンドイッチ。あ、からしタコは挟み揚げみたいな感じですね。まあちょっとね、そうアイディアをこれでね、はい、そうですね、いただいて、はい、ぜひとも行ってもらおうと思いますけどね。これ行きますよ。じゃあ行っていただきましょうか。はい、さあ、あー、お、食べましたね。あ、ポリポリいい音鳴ってますけどね。そうですね、はい。おっ、おっ、おっ、声にならない声が。あかん、もうあかん、どうや。はい、ということで、そうですね、今日はこれでね、ハウスゲームもね、はい、終わったということで、はい、皆さん遅くまでね、お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました、本当に。そうですね、はい、またね、来週はあの市場の当て店からの放送ということで、はい、またね、お楽しみいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、それではリクエストは、あ、リクエストエヴァでいいんですか。そうですね、あの一応エヴァのセブンとって書いてました。まあルパンとかもありましたけどね、まあ、はい、一応ユーパチということでね、わかりました。ライトミドルまでの機種ということで、またね、はい、来週何かあればコメントください。よろしくお願いします。早くしてあげてください。それではですね、日曜キコーナーチャンネル、野崎店と市場の当て店からね、はい、野崎屋の縄手のライトで行こうユーパチ対決をお届けしました。はい、また来週もよろしくお願いします。それではさようなら。はい、さようなら、ありがとうございました。お疲れ様でした。さようなら、おやすみなさい。おやすみなさい。寝れない。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹。でかっ。はよねえや。喋るんだ。夢か。聞こうな。